はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2021年の11月19日です。今日は、岡本かの子さんの職場という、短編小説で読書会をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。先週から、YouTube で、物販を始めまして、グッズを販売しております。タンブラー、サーモタンブラーと、マグカップが、明日1杯ぐらいまで、500円値引きのセール中で売っておりますんで、よかったら、買ってください。まあ、買っていただきますと、私の方に、まあ、5000円の代わりになりますんで、買っていただければと思います。私もサーモタンブラーを買いました。ちょうど、まだ使ってないんですけど、ノートとサーモタンブラーをですね、買いました。まあ、またちょっと使っていきたいなと思います。サーモタンブラーは味噌汁とか入れるなって書いてありました。あったかい飲み物をね、これから寒い季節なんでね、熱燗を入れたり、ホットワインを入れたりね、して、お楽しみいただければと思います。あとですね、ノートでコンテンツを販売します。よければご覧ください。あとコラムも書いてますんで、ご覧いただければと思います。あとですね、なんだっけ、サポートメンバーですね。募集しております。ご登録いただけますと、アーカイブス、雑談のアーカイブス、ご覧になれますんで、よければご覧ください。あ、失礼しました。あと、メルマガ登録ですね。お願いします。まあ、先日、久々にメルマガ送りましたけども。グッズの販売のお知らせをしたらですね、早速、買っていただきました。まあ、かれこれ20個ぐらい売れました。ありがとうございます。皆さん買っていただきまして。ではですね、あらすじを紹介していこうかなと思います。ほよさん、犬コリーさん、リルさん、リエさん、こんばんは。トットさん、さくらさんもこんばんは。岡本かの子のドキュメンタリーを見ました。かなり刺激的でした。あ、YouTube 上にあるんですかね。あ、私ちょっと見てないんでまた探します。ではですね、あらすじ紹介します。これね、私感想文、皆さんの感想文いただいて読ませていただいて分かったんですけど、かなり難しかったみたいですね、この小説ね。難しい小説だったんだと思って。まあちょっと詳しく解説しないと、これ細かいところは分かんないと思うんで、紹介していきます。主人公は別四郎という男です。この別四郎っていうのは、なんで別四郎っていう名前、あ、福山さんもお茶ありがとうございます。別四郎ってのは、別っていう字はこれ、すっぽんって意味なんですね。別四郎っていう名前なんですけど、四郎は、山岡四郎の四郎じゃないですよ。山岡四郎は侍の方の四郎ですね。四に郎。四郎五郎、六郎の四ですね。本当は吉郎って呼ばれてまして、で、彼はまだ30ぐらいの、30過ぎたぐらいのかな。20代後半ぐらいの男です。京都で生まれたんですけど、大きなお寺で生まれたんですね。お坊さんのお父親にして。だけども、寺の跡目争いがありまして、お父さんが亡くなった後にお寺を継げなくて、お寺を出ることになります。お母さんは、ここの寺の信徒の娘です。で、大阪の旧家の大きな家だったんですけども、まあ、没落してしまいまして、その信徒、父親の熱心な信者だった、信徒の人ですね。何宗かわかんないんですけども。で、まあ、お返しできるもんがないから娘をもらってくれ、みたいな感じで、母親が、老いた坊さんの父のところに嫁いできたと。で、この母親は食いしん坊だったんですね。非常に。あらゆる欲を絶ってたんですけど、食べる欲だけはなかなか捨てられないっていうお母さんで、まあ子供の頃から、まあ貧乏だったんでね、檀家の家を、檀家の家っていうか、お父さんの弟子の和尚さんのお寺に、まあ、なんていうか、居候で、
ぐるぐる、まあ、みんなで、みんなでってお母さんの行ったんですけども、最終的には拓本職人の老人の家ですね。これは、お父さんの五ヶ滝、五の趣味の仲間の人ですね。五ヶ滝の老人の家に、まあ、住み込むことになります、母親と。まあ、母親はその家の家事手伝いをしながら、まあ、育ててくれたと。で、この拓本職人のおじさん変な人で、近所で運動会のシーズンになると、あらゆる運動会に出かけてしまうっていう運動会マニア。運動会マニアなんですよ。で、家を開けることが多いということです。で、この拓本職人のおじいさんの家に、まあ、居候しながら、その拓本の技術、包丁作り、包丁って何なんだ調べてなかったんですけど。包丁作りっていうのをなんか学ぶんですね。それとあとその、あの、表具。包丁って、拓本を取ることか。拓本って何かっていうと、その石に書いてあるんじゃないですか。石碑に刻んであるのを、その、写し取って、なんか本にするやつですね。鑑賞用に。まあ昔の筆跡ってどうやってるの？紙とかない時代ありますよね。みんなほら、石碑に刻んでありますんで、その石碑からその、拓本取るわけですよ。で、それで広まっていくわけですね。ということになります。で、その拓本の作り方を学んだり、表具、まあ襖とか貼ったり、絵とか、篆刻。篆刻ってのは何なんだ、あれ。あの、印。篆刻っていうのは、今調べればいいのか。ハンコですね。ハンコ。あの、自分の書を書いた後に、最後に私のですってことで、ハンコをしますけども。篆刻は私、昔、高校時代、書道を授業で取ってて、篆刻作らされましたね。あの、石に刻んで。私、もうあの、彫刻刀を使うのが、猛烈に下手くそで全くうまくできなかった。あの、手先が不器用なんで、もう話になんないですけど、まあ、たまに、友達がすげえうまいやついてね、もうそれで食ってった方がいいんじゃねえかってぐらいうまい人いますよね。まあ、それは置いといて。まあ、篆刻ってのはその、ハンコ掘りですね。で、いろいろ学んでるうちに、まあ、その、京都の、なんていうんですか、集まりですね。生け花の集まりとか、お茶の集まりとかに、まあ、手伝いで呼ばれるようになるわけですよ。で、あの、ちょっと美少年でですね、可愛いらしいって、可愛いっていうか、シュッとしてるんで、まあ、そこら中でね、呼ばれまして、まあ、お手伝いするようになるわけですよ。で、そこで、その、仕出しの弁当みたいなの出て、それ二つ食べて昼寝したり、なんかだんだん舌が肥えてくんですね。で、まあ、家は貧しいですから、まあよく小さな頃にはお母さんに川にその魚を取ってきてくれって言われて、その頃の鴨川はまだ綺麗で魚が取れて、まあヌートリアとかいなかったんでしょうけど、まあ今ヌートリアが繁殖してるってあの YouTube で見ますけども、ヌートリアってなんかカワウソみたいな、カワウソだかカピバラみたいなのね、汚ねドブネズミみたいなのがねいるらしいんですけども、その頃はね、 あのお魚が、まあうなぎとかも取れるぐらいですね。なんか、いろんな魚、川魚が取れるんで、まあそういうのを取ってきて、調理して、お母さんは食べてたということです。なんですけども、だんだんその、外に、その、いろいろな集まりがあるわけですよ。その仕出しの、出して、なんかその、霊場の集まり、琴の会とか、近畿書画ってありますけど、お琴の会とかね、書の会とか、なんかお茶会とかいっぱいあって、そういうとこの、まあ、仕出し屋の、なんか手伝いとか、まあその会場設営みたいなイベント会社勤務みたいな感じになったんですかね。まあそういう感じで、重宝されて、で、だんだん目も肥えて舌も肥えてきたんですけど、誰も俺のことを尊敬してくれないと。先生と呼ばれてえなと思いまして、先生と呼ばれるほどのバカでなしっていう川柳があるそうなんですけどね、この子は先生と呼ばれたくて、だんだんこう鼻持ちならない感じでわざとこう自分の知識をひけらかすようになってくるんですね。で、だんだんその、
嫌われ始めるわけですよ。まあ、いろいろ引き連れられて、料亭とかに食べさせてもらってね、だんだんその趣味人になっていくわけですよ。趣味人っていうか、この食魔っていうのはグルメのことなんですね。グルメとグルマンっていう言葉がフランス語にあるんですけど、グルメっていうのは美食家のことですね。グルマンっていうのは食い意地の張った人のことをグルマンっていうそうなんですけども、まあ人、まあグルメになっていくわけですよ。美味しいもんいろいろ食べ歩いて、で、グルメになっちゃって、で、だんだんグルメ評論家みたいな感じになってきて、なんかいろいろ吹かすようになって、図が高くなって、切られ始めると。でも俺はもっと認められていいはずだっていうことで、まあ、新しい美食のなんか旋風を巻き起こしたいっていう、気持ちになったんですけど、まあ、系統的な学問をしたわけじゃないんで、まあ、どうしたらいいのかなって思ってたんですね。まあこれ、本文の方読み上げますけども、若者であって一度このいたけだかな誇張との態度を身に、誇張の態度に身を任せた者は二度と沈潜して決めを細かくするのはよほど難しかった。別所郎はこの目的外れの評判が自分のどのあたりから来るものか自分自身に向かって知らないとは言い通せなかった。学問がないからだ。この事実は彼にとって最も痛くて忌々しい反省だった。そして今更に悲運な境遇から上の学校にも行けず、秩序だった勉強の過程も踏めなかった自分は哀れむのであった。ということです。まあ、いたけだからな、まあ、天狗になっちゃったわけですよ。ちやほやされて。今で言うとどういう人なんですかね。10代で美食家って、まあ、いるとは思いますけども、それで鼻持ちにならない。まあ、芸能人の子供とかだったりそうですよね。小山田圭吾氏みたいな人、もう若い頃から才能があってチヤホヤされてね、鼻持ちならないみたいな。なんで小山田氏なんだ。なんかもっと他にいるだろうってね。で、まあ、一回このいたけだかになっちゃうと、まあ、二度と沈潜して決めを細かくするのはよほど難しかった。まあ、その、突っ張ったらもうずっと突っ張っていかなきゃいけないってことなんでしょうかね。ちょっとね、なかなか表現が難しいところなんですけども、で、みんなから嫌われるんですよ。誤解されちゃって。で、結局、まあ、学問がないと、系統的な学問。まあ、系統的な学問を日本において何に求めるのかっていうのはありますけども、まあ、一番で中国、まあ、日本では中国の古典を知ってるとかいう話なんでしょうね。おそらくね。ヨーロッパだとわかります。ギリシア・ローマの古典に、精通してるってね、ショーペンハウエルとかニーチェみたいな人たちですね。系統だって知ってるってね。まあ、まあ、関東もそうですけども。日本において系統的な学問っていうのは、まあ、四書五経をそらんじてね、なんかいろいろ日本の和歌、俳句にも詳しいみたいなね。そういう人なんでしょうよ。まあ、系統的な学問があるっていうね、森鴎外はありますよね。森鴎外の二人の友っていうのあるじゃないですか。いきなり若者が訪ねてきて、あなたほど日本語に詳しい人はいないと思ったから、まあドイツ語の力もさることながら日本語もよくご存知だって言って、いきなりかけ、追っかけが現れるわけじゃないですか。なんか、追っかけ、なんとか通い妻じゃねえや。押しかけ妻みたいな友達ができて、家、なんか居候させてくれと。とりあえず、経済的な当てはないんですけど、居候させてくださいみたいなね。やつ出てきたじゃないですか。で、だから森鴎外は系統的に知ってますよ。系統的に知ってる人がいるんですよ、これね。なんか今、磯田先生がテンション上がった時みたいな声出ちゃいましたけど。系統的に知ってる人がいるんですよね、これ。みたいなね。言いますよね、こういうことね。新しい磯田先生のモノマネ。まあ、どうでもいいですよ、ちょっと。あ、よったろうさん、こんばんは。拓本は、ウグイス谷の書道博物館でたくさん見たな。あ、そんな書道博物館なんてあるんですか？いいですね、東京っていうのはいろんな博物館があってね。そういうのに興味あれば、一日中、そういうとこ、毎週いろんな博物館に行けますね。あ、ダナさんもこんばんは。10代で美食家、鈴木福くん。あ、そうなんですか。鈴木福くんもこの前見たらすげえでかくなってて。なんか野球やってんじゃないですか、彼今ね。あ、落合福士さん。
落合福士さんか。落合福士さん、子供の頃なんかすごかったですよね。あれはね、マスコミがあってやってたからね、今はもうね、声優として大活躍してますよね。謙虚だしね。テレビは切り取って、ああいう生意気な子供みたいに映してたんですよ。マスコミから父ちゃんを守るためにああやってやってたんですよ、確かね。ということでした。テンション上がる磯田さん。テンション上がる磯田さんで、たまにテレビで見ますよね。で、ということです。で、ちょっと続きですね。あ、だけど読書が苦手なんで、まあ、本を読むと眠くなっちゃうんで、まあ、どんどん美食。まあ、美食だったらそんなに、読まなくても通じるんで、で、友達ができるんですよ、これ。京極にあるモダンな、洋食店、メゾン檜垣の主人、檜垣さんって人とお友達になりまして、これアメリカ帰りの人なんですね。アメリカのニューヨークの、グリニッチビレッジっていうんですかね。そこのなんか芸術家がたくさんたむろしてるようなところの空気を吸って帰ってきた人がいて、まあ、彼がね、その、この京都の若い人々に影響力のある、まあ、文化人の集まるレストランやってたわけですね。で、この新しい若い芸術家たちが集まるようなね、お店があるわけですよ。まあ、パリとかいろいろあるわけですね。パリだとね、そういう芸術家が集まるカフェとかね、その、レストランとかあるんですよ。なんだっけ。そういう映画あるじゃないですか。どういう映画だっけ。なんだったっけ。ウッディ・アレンのなんか映画ありましたよね。ミッドナイト・パリとかね。ああいうの見ればわかりますよ。で、で、ベッシュルはその、檜垣さんのメゾン檜垣に入り浸って、まあ、東洋のことが得意なんで、その、知識を、東洋趣味と西洋趣味を、知識を交換し合うわけですね。蝶々発誌で。で、まあ、芸術至上主義で気があってですね。だけど、まあ、この檜垣の主人は胸に病がありまして、結核かなんかな、なんか癌になっちゃうんですけども。だけども、一緒にこの、青春、まあ、歳はね、10個ぐらい、檜垣さんの年上なんですけども、友達なんですよ。親友になり、芸術上のライバルであれ、親友になって、いろいろ情報交換します。で、まあ、この別城は、この店に出入りして、西洋的な文化生活も学んで、でもゴッホとかセザンヌとか、この頃の、なんていうんですか、パリの、ベルエポックってやつですかね。なんかその、パリの、19世紀の最初の頃のパリはすごい勢いがあったんですね。で、そこの文化とか、まあいろいろ、コンポジションとかニュアンスとかそういう様式の術語とか駆使して、こうなんかまあ、美食家兼批評家として名乗りを上げていくんですね。で、まあ京都の人たちはまあ意外と保守的っていう、まあ、髪型の方、人の方が新しいものをありがたがるって書いてありますけども、別城の言うことは、これらに携わる人々にもほぼ差し当たり、心あるものはなんだ西洋とてそんなものかと高をくくらせはしたが、当時のモダンの名においては、神秘と時代的要請を西洋的なものから取り入れようとする一般の風潮は彼の後ろ姿に向かっては、葵祭りの竹の手すりで青くすれてなはると陰口を聞きながら、この琴の風雅の社会は彼の前をめぐって刺激と思いつきを求めなければならなかった。彼の人気は回復した。三曲の演奏にアンコールを許したり、裸体彫像に生け花を配したり、随分突飛なことも彼によって示唆されたが、椅子テーブルの転茶式や洋食を緩和して懐石の献立中に含めることを、その時まで一部の間にしか企てられていなかった方法を一般にルフせしめる縁の下の力持ちとなった。彼はところどころで先生と呼ばれるようになったということです。まあそのメゾン檜垣で学んだ西洋流の知識をみんなにひけらかして、また先生と呼ばれるようになるわけですね。
この葵祭りの竹の手すりで青く擦れてなはるって、これどういう意味なのかちょっと分かんなかったんですけども、分かる人には教えてほしいんですけども、まあ、葵祭りってあれですよね。前も話したけど、源氏物語でほら、葵の上と六条の宮所が駐車場でバチバチになるっていう、葵祭りってのあるんですね。葵祭りって琴にも出てきたか。川端康成の。その葵祭りの竹の手すり、竹の手すりって何なんですかね。お祭りを見るときに竹の手すりがあるのか。手すりの内側でなんか特等席で見てるような人じゃなくて、立って見てるような見物人のくせに、物見高いって意味なのか。なんかちょっとよくわかんないんですけども。竹の手すりが青く擦れてるって。新しいもん、ありがたが、竹の手すりに青く塗ってたのか、ペンキかなんか。だから人工的だってことか。そういうこと言ってんのかな、ちょっとわかんないんですけど、これ。調べてもわかんなかったんですけど。で、だんだん、これまた、一回失墜した評判がまた戻ってくると。で、この、メゾン檜垣に集まる若い芸術家たちも、とも付き合おうと思って飛び込んでいくんですね。ここもいい文章なんですけど、彼はこの勢いを買ってメゾン檜垣に集まる若い芸術家の仲間に割り込んだ。彼の高飛車と粗雑はさすがに神経の細かいインテリ青年たちと肌合いが合わないものがあった。彼は彼らの吹きなびけ煙に巻いたつもりでも、最後に沈黙の中で拒まれているコツンとしたものを感じた。これいい文章だなと思いました。若い芸術家の中飛び込んでいくんですけども、拒まれるんですよ。沈黙の中で拒まれてるコツンとしたものを感じたってね、これ。いい言葉ですね。私はどっちかというとコツンとした人間なんで、私は心の中に土足で踏み込まれること言われるとコツンっていう感じになっちゃうんですけども。まあ、この、別四郎氏は、やっぱその、なんで、ちょっと喧嘩しながら、こう、喧嘩っていうか、まあ、なんですかね。ちょっと暴力的な毛づくろいをしながら入っていったら、拒まれたんですね。ちょっとコツンと拒まれちゃったってことですね。なんだろうな、これ、ありますよね、こういうのね。私も昔なんだろう。まあ、ちょっと昔、自分の話したってしょうがない。なんか新しいとこはテンション高く入ってったら、なんだあいつ調子乗ってんじゃねえよみたいな感じになっちゃって、コツンって拒まれることって、まあ、今はないですけどね。若い頃はありますよね。それでコツンって拒まれちゃったんですよ。で、その続きです。それは何とも説明しがたいものであるが、彼をして現代の青年の仲間入りをしようとする勇気を無造作に取りしぐ薄気味悪い力を持っていた。彼は考えざるを得なかったということです。まあちょっと本当のインテリじゃないんですよ。付け焼き場のインテリだから、まあ、本当のインテリっぽい人たちからは、ちょっとコツンと拒まれたんでしょうね。まあ、インテリとは何かっていうのは、最近雑談で話してんで、インテレクチャルってやつですね。まあ、それはそっち聞いてください。で、ある日、その、檜垣の、店に、女流歌人で仏教家の夫人と、画家の、その、旦那が来るんですよ。これは岡本一平かのご夫妻ですけども、明らかに。で、別四郎はこの人たちに絡むんですよ、会いに行ってね。そしたらなんかその仏教の話されて、なんか、ちゃちゃ入れてたら、まあそういう聞き方なさる人にはお話できませんって言って、なんか、冷たくされちゃったんですよ。で、その帰り際に、ちょっと自分の描いた絵見てもらいたいんで、その檜垣さん家には、画質があるわけですよ。檜垣さんは油絵描くから。で、自分も、その、描いた絵があるんですね、別四郎がね。ちょっとこれ見てってくださいと、その、有名な、物見高い趣味人なんで。ただね、自分の絵を見せたらね、ねえ、パパ、美しくできてるけど、少し味に傾いてやしない。夫は気の毒そうに言った、そうだな、味だな。別四郎は交渉してさりげない様子をしていたが、初めて人に配布を突かれた気持ちがした。って言うんですね。味だなってこれどういう意味なのかちょっと分かんなかった。まあ人工的って臭いっていう意味なんですかね。ちょっと鼻につくっていうか、人工的だって。まあ、この後その料理や真心だって話が出てくるんで、それとの対比だと、まあちょっと
気をてらってるってことなんですかね。で、気をてらってるっていう風に言われたんですよ。で、初めて俺は気をてらってんだってことをズバリと言われちゃったわけですね。今まではほら、気をてらってるものもその、最新の流行だみたいな感じで、それにほら、的確に批評してくる人は周りにいなかったんだけど、これ単に言って気をてらってんじゃねえのかって初めて言われてぐさりときちゃったわけですね。ということです。それで、反撃をしたいと思って、自分の料理をね、振る舞って、この夫人が一体、その、俺のことを気をてらってると味だって言ったんだけど、その味だって言ってる部分が何のことを指してるか、自分でその料理を提供して、彼女の鑑識眼、この夫婦の鑑識眼を試してやろうと思うんですね。それで家元の茶室を借りて、そこで料理を振る舞うことになります。そうしたらですね、この夫人は、美味しい美味しいってみんな食べてくれたんですね。で、褒めたんですけども、これ、まあ、でも、この、女性が大きな笑わめっていうか、まあ、大きな女の子みたいな、無邪気な感じだったんで、その人に向けて料理、喜ばしてやろうと思って料理を作ってたら、まあ、昔、年老いた父に、夜ぐずった時に、その豆、なんか、蓬莱豆っていうの買ってきてくれって言ったら買ってきてくれたことあったんですね。で、そのことを思い出してね、調理しながら泣きそうになるんですよ。で、所詮料理というものはいたわりなのであろうか、そしていたわり心を十二分に発揮できる料理の相手は白痴か子供なのであるまいかって思うんですね。ということです。あ、悪が強いのさらに風流な言い回し。あ、ありがとうございます。トリブルさん。じゃあ、味だっていうのは悪が強いってことか。悪が強いの味だってこと。なるほどね。ありがとうございます。で、料理振る舞ったら、立派なごちそうさまでしたと。立派な芸術でしたと。で、自分の絵はですよ、味だって言われたけども、料理の方は芸術だって認められたと。まあ、正反対ですね。普通は自分の絵が芸術でね、料理は味じゃないといけないんですけども。そういうこと言われて、まあ、待ってちょっと凹むわけですよ。ということです。それで、まあ実は、私も、子供の頃、母親に言われてね、その魚、雑魚を取ってきて、調理してもらった時に、あれほどうまいと感じたものはありませんと。すると、味と芸術の違いは、いたわりがあるとないとの相違ですかねっていう、そんな話をしたら、あるエピソードを、言ってくれたんですね。いや、私の子、悪が強いの、さらに不利なやん。あ、でも、これ、でも、そうだと思います。味って、その悪が強いっていう意味ですね。まあ、個性的だってこととか、まあ、気をてらった個性ってことか。で、料理と、味と芸術の違いは、いたわりがないとの、そういうじゃないですかって言ったら、ある一つのエピソードを教えてくれたんですね。それは、パリのフォリオっていう、料理屋に行ったら、料理屋っていうか、レストランに行って、給仕してもらった時ですね。まあ、給仕がいるわけです。給仕って何ていうの、ギャルソンって言うんですかね。わかんないけど。まあ、趣味がいい店です。味覚に特化してるんで、もう、音もしなくて、明かりも調節しちゃって。で、そのボーイさんも、まあ、グルメがいい。グルメで身を持ち崩したような人は給仕人をやってて、スープが出てきたんですね。で、スープが出てくると、その、いつの間にか給仕人がそばに立っててですね、骨の髄を入れてくれると、最後に。仕上げの。まあ、その部分読みますか。いつの間にか近寄ってきた給仕の老人は輪切りにした牛骨の乗れる皿を銀盤で捧げて立っている。老人は客が触手を動かしくる呼吸に壺を合わせ、ちょっと目礼して、サジで骨の中から髄をすくい上げた。まあ、スープに髄を入れてくれるわけですよ。牛骨の。汁の真ん中に大切に滑り浮かす。それは乙女の希少心を玉に凝らしたかのようにブヨブヨ透ける中に、いささか青春の潤みがよどんでいる。それは和食の鯛の
ガン肉。まあ、あのほら、よくタイのアラとか、なんだ、ブリのアラとか、お頭が入ってて、ほら、目玉が入ってんじゃないですか。あの目玉のブヨブヨした部分があるんじゃないですか。あれも、あれが、なんかそのゼラチン状のやつですね。あのゼラチン状みたいなものを牛骨の真ん中から取り出してね、スープに入れてくれるんですよ。で、それ最後の仕上げに入れてくれて、一礼して退いていくんですよ。で、この、いかに満足にこの客が天の微笑、微笑っていうかその髄をね、吸い取るか、ずっと、あの、成功を祈るかのように経験に控えて見てるってんですよね。このグルメの店ってめんどくさいですね。で、これ全部食べたんですけども、まあ最高の、そのおもてなしなんですけども、それでいて、しかしそれでいて私ども後でなめこくられて扱い回されたという後口に少し嫌なものを、が残されましたと。面と向かって お褒めするのも決まりが悪いございますからあんまり申し上げませんが、そういっちゃなんですが、今日のお料理にはちぐはぐのところがございますけども、誠というものが徹してるような気がしましたっていうんですね、言ってくれるんですよ。まあパリの場合はほら、まあ、全部1から10まで人工的っていうか、大体はフランス自体が人工国家ですから、リベルテ、ガリテ、フラテルニテっていうね、あの人工的な理念でできてる国ですよね。で、なおかつサービスも人工的だと。だけど、そういうもんを受けた後は、なんかすべてが人工的で真心がないっていうかね、形式を形式としてやる路悪って、出てきたじゃないですか、ドストエフスキーの賭博者の中にね、フランス人に出てくるんじゃないですか、デュバリーじゃねえや。なんとかとかいうのが出てきて、ポリーヌだかなんとかって人が惚れるわけじゃないですか、あの家庭教師の家のお嬢さんがね。なんでフランス人に惚れるかっていうのは、もうフランス人ってのはもう形式でできてて、もう、その、あれですよ。まあ、真心なんかないわけです、別にもう。形式を形式とする、路悪っていうかね、三四郎の広田先生曰くね、ああいうのが徹底してて、ロシア人と違うから好きになっちゃうんだみたいな話ありましたけども。まあでもそういうことやられると結局扱い回されてるみたいになっちゃうと。いうこと、同じこと言ってんだと思いますよ。だけど、あなたの料理には真心がありましたって言うんですね。だけど、真心っていう言葉が大っ嫌いなんですよ。この、別所郎はね。安道徳の匂いがするってことで。で、ちょっと向かって思って、誠の料理ですか何言ってるか分かんないです、みたいな。ちょっと何言ってるか分かんないです、みたいな態度を取っちゃうんですね。ということです。ちょっとあんまり解説が立て込むとあれなんでコメント読ませていただきますけど、カニみたいに自分で吸い出すみたいな感じだったらよかったかもしれませんね、真心。ちょっと何言ってるか分かんないんですけど牛の髄を入れる真ん中に一滴垂らすっていうその儀式的なもんがほら人工的じゃないですか。カニなんてだって萌えで自分で食ってるだけなんだから儀式的な部分なんかないじゃないですか。ちょっとよくわかんないですけど。これが本当の荒探し。座布団一枚持ってってください。インテリとエリートは違いますか？エリートっていうのはその、エリートってのはただ組織の中での管理職の人のことをエリートって言うんです。インテリっていうのは何もしない人の本来はソクラテスみたいな人がインテリなんですよ。ギリシャローマでは何にも職業についてないもうブラブラして知性を持て余してる人がインテリなんですよ。だから組織内のエリートインテリだっていうのはそれは発展途上国の考え方だって丸山その近代の知識人に書いてありましたね。ということです。組織と関係ない。属性が関係ないんですよ。インテリってのはその同じ、まあ、ヨーロッパではギリシア・ローマの古典という共通の、古典の知識があるんじゃないですか？それに対して詳しい人をインテリって言うんでしょう、おそらく。エリートって、日本のエリートってのは大企業の部長、局長クラス。官僚、キャリア官僚。俺たちは別に古典に詳しくない。まあ、あとでも日本にも
そのインテリアいたんですよ、その儒教学者みたいな人ね、江戸時代とかには。まあ、この中で出てくるのはその荒木慶説っていうこの、この後別城が就職した家で、慶説館っていう家ですね、漢学者の漢和辞典作って売れた人、この人はインテリでしょう。インテリだから別城のことを認めて囲い物にしたんですよっていう話ですよ。囲い物って言うとあれなんだ、なんかおめかげさんみたいだけど、面白いやつだから、まあ、食感イソロに、イソロみたいな感じにしたんですよ、ということです。まあ、なんか質問あればね、書き込んでいただければ、説明しますんで。で、この後、その、真心だって言われたら、なんかしらけちゃったんですね。真心がありましたって言って、なんだ、俺、真心って言葉嫌いだと。まあ、徹頭徹尾、その、創意工夫で、ねじ伏せたいと思ってるわけですよ。で、生い立ちが拗ねてますから、真心とか誠っていう言葉に反感を持ってたんですね。弱き者よ、何時の子、なこそ誠って言うんですね。これはハムレットね、弱き者何時の名は女っていう言葉がありますけども。それは、弱き者何時のなこそ誠っていうわけですね。まあ、強くあらんがための芸術だと。美食も強く生きていくためなんですね。自分がその、自分の才覚だけで生きていくんだっていう決意をしてるわけですよ。だって、貧しい生まれですから、境遇に恵まれなかったんで。で、才覚だけで生きていきたいのに、あなたにの料理に真心があってよかったですよって言われちゃって、意外な批評に、まあ腹を立てて、で、この、夫妻が帰るときに身分狂言っていうのをこの後見物しに行くってんですね。で、身分狂言っていうのは身分寺ってとこでやってる狂言があるらしいんですよ、伝統的な。そしたら、別城が揶揄して善男善女の岩には持ってこいですねって言うと、ちょっと眉をしかめた夫人は、あれをあなた総取りになりますの、私たち狂言の伝願伝願という単調な鳴り物を地獄の音楽でも聞きに行くように思ってまいりますのよ、というと、夫の画家も実は別城の語気にギアついて尺に触ったらしく、君、俺たちは善男善女でも、これで地獄は一遍たっぷり通ってきた人間たちだよ。だが極楽もあまり長くバフサギしては済まないと思って、また地獄を見つけに歩いているところだ。そう甘く見なさるなよ、とたしなめた。夫人はこの夫の肘を引いて、こんな美しい青年を咎め立てするもんじゃありませんわ。人間の芸術品が壊れますよ。自分が言ったことを興があるのか、わわと言って車の中に駆け込んだって、このシーンもいいシーンなんですけども。いうことですね。まあ、身分狂言って、まあ素朴な民衆狂言みたいなのあるわけですよ。コントみたいなの。で、それはな、善男善女のなんか、生ったるい出し物ですね、みたいな感じで、腐したら、皮肉を言ったら、カチンと来たんですね、この夫婦がね。その、伝願伝願ってなんか言うらしいんですけども、伝願伝願って何者がなんのか。あの中に地獄の音を聞いてんだと。で、善男善女でも地獄は一遍たっぷり取ってきた人間たちだよって言うんですけど、この地獄ってのは何なのかっていうことなんですけども、まあこれは、ウィキペディアを読むと、この、岡本かの子一平夫妻っていうのは、まあ、仮面夫婦っていうかね、その、家の中に奥さんの愛人がいるみたいな感じで暮らしてたんですね。まあ、フランス人みたいな感じですよ。そのもう、なんか、世間に二人で戦うために、なんかその、野村幸男さんと野村克也さんみたいな感じで、まあ、おしどり夫婦であるけど、なんか、奥さんの過去はよくわかんないみたいなね。なんか、経歴詐称があったけど、だけど、もう、それで監督も辞めさせられちゃったりしてね。なんか、ああいうことでしょ。だけど、まあ、最後まで一緒にいたわけじゃないですか。通り一遍の地獄は一遍見てきたってそういうことでしょ。夫婦で世間と戦ってきたってこと言ってんだと思うんですけども。で、極楽ばかりや、あんまり長くバフサギをしてはいけないと思って、また地獄を見つけて歩いてんだって言うんですね。甘く見んだって言われちゃった。ですね。若造のくせにって言ったら、そしたら奥さんが、この若い芸術品が壊れちゃうからやめましょうよ、なんて言って、わははって言って去ってったんですよ。で、別城は、この面会を通り魔だと思ったと。せっかく自分で計画して
来たこと壊されちゃったと。で、誠とか真心とかいいなんて言われて、まあそんなこと、まあ、まっぴらごめんだと思ったんですね。で、やっぱいざとなりゃ死ねばいいんだと。あの、自分の才覚だけで生きてっていざとなれば死ねばいいんだと。そういう考え方をしてんですよ。パンクロックみたいなもんですよ、もう。27歳で。27 ズクラブ。27歳で死ぬべきだと。それ以上生きてたらみっともないと。ロックでも何でもなくなっちゃうっていうことですね。そんなようなことを思ってたら、そしたらこの主人、ヒガキが、メゾンヒガキの主人がね、癌になって、まあ、あの、余命いくばくもなくなりまして。で、店を畳んで余ったお金で、京極の 裏通りに住みまして、まあ、看護婦と自分のモデルと一緒に、最後に自分の死を演出していくっていう、見とってくれって言われて、なんか何をやるかっていうと、まあ、どんどん痩せさばられていくんですけど、美味しいもん食べるわけですよ。で、その別紙楼にそのアヒルの血で作ったなんか料理とか、うなぎの寄せ物っていうから、まあ、ジュレってやつですよね。なんか、ジュレってどういうもんかわかんないんですけども。なんかうなぎの油で寄せたみたいなね。そういうの、ゼリーか。ジュレって。うなぎのゼリーみたいなの作らせるわけですよ。うなぎパイじゃないですよ。うなぎのゼリー。うなぎのゼリーってありますよね。食べたことないけど。で、最後はその首にできた大きなゴムにね、人面、人の顔描いてくれって言われて、油絵の具で。で、描かせるんですよ。で、そういう風にやってる自分の姿を鏡に映してね、鉄頭鉄尾自分の死をもてあそぶってことをやるんですよ、ヒガキっていう人はね。で、それに付き合わされて、で、まあ、死んじゃうんですね、最後ね。あ、ニコゴリですね、ニコゴリ。で、死んじゃうんですよ。で、死ぬ間際に、一つ、お前に何も片身をやるもんがないけど、俺のおばさんが東京にいるから、このおばさんをお前にやるって言われるんですね。で、その日垣さんの菩提寺っていうか、その先祖代々の墓は青山にあるんで、その青山にその遺骨を持ってくんですよ。そのおばさんに私にね、当たった一人のその日垣さんの親類に。で、会いに行ったら、このおばさんは、女学校の割烹教師、家庭科教師で、今はその、花嫁修行私塾を開いてまして、まあ子供一人と自分で暮らしてるんですよ。で、その娘が一人、おとなしい娘で、塾の手伝いをしてるんですけども、塾生からも馬鹿にされてる、いつこさんって女の人がいて、で、二人でなんか私塾をやって暮らしてまして、で、その、遺骨を持ってったらね、まあ、一ヶ月ぐらい東京で遊んでけと、大きな都市だから遊んでいきなさいって言われて、で、実はお願いがあるんだけども、まあ、ヒガキの家がこれで耐えちゃうのが困るんで、うちの娘と結婚して、一人後取りくれって言うんですね。で、なんかのご縁だと思うんでお願いしますって言われて、言われちゃったんですよ。で、さらに、その、別紙楼が東京で、あの、身を立てていくための三市の有力なパトロンみたいなのを見つけてくれて、まあ、その人が警察官ですね。荒木警察っていう漢学者の金持ちなんですね。で、そこに話しつけて、まあ、東京で生活、経済的に自立して生活できるようにしてくれたんですよ。で、なんとなく、東京に今日構えて、結局その、ヒガキのいとこのいつこっていう女性と結婚することなんですね。で、何をしてるかっていうと、その、荒木警察っていう漢学者の家の、まあ、娘が二人いるんですよ。お千代と、お絹っていう。その二人に、まあ、料理を教えるっていうことで、これが冒頭で、菊地社っていう、チコリーっていうその食材で、サラダを作るんですよ。で、サラダを作って食べてみろって言って、で、夕飯までに食べたいから、そのまま取っといて、ラップして、冷蔵庫入れといてもらえますかって言って、いきなりゴミ箱に入れられると。作ったそばで食べなきゃ料理じゃないとか言って、説教するみたいなね。そういう、なんか美味しんぼみたいなシーンですけども。で、そういうことして、で、その、下のいつこって子はもう愛玩物っていうか、もう、お父さん可愛くて可愛くて仕方ないから、まあ、カトリック系の女学校に
入れられて、まあ、いっぱいお小遣いもらって、わがままに育ってるんですよ。上のお姉ちゃんは、まあ、いつこと同じような、ちょっと、地味なキャラなんですけども。で、まあ、このお絹と結婚できたらいいなと、なんで俺はお絹みたいな女と結婚できないんだろうって、まあ、ちょっと思うんですね。だけど、いつこと結婚したわけですよ。で、そういう悶々とした気持ちがあって、その、荒木建設から借りた家に住んでんですけども、そこの本座敷は使うなって言われてるんですね。汚れるから。で、その、建設館でお料理二人の島に教えて、歩いて帰るわけですよ。電車代もったいないんでね。そしたらなんかむしゃくしゃした、あられが降ってくんですよね。でなんかむしゃくしゃしてきて、なんかもうパッとしねえ人生だなと。で、帰ってくると、まあ、嫁とか子供いびるんですね。ちょっと DV 気質で。まあ、ビールは買っとけって言ってね、買ってないから、買ってこいとか、言うわけですよ。まあ、食事中なのにね、二人とも、ご飯食べてるのに。で、チコリーなのか、エンダイプ、あ、まあ、エンダイプだか、チコリーだか、ちょっと私、実際、同じです。アンティーブですね。アンティーブで調べると、チコリーしか出てこないんですもん。ウィキペディアで。あの、菊地社って今までね、読書会で出てきたことあるんですよ。皆さん覚えてますかね？菊地社を美味しそうに食べるシーンがある小説があるんですけども。あの、思い出した人書き込んでください。そういう細かいところ、ね。まあ、それは、後で答え言いますけど。もう忘れて、もやもやさせたまま終わったりしてね。でですね、その、家帰ってきてから、何食ってんのかなと思ったら、なんかね、芋の煮っころがしなんか食ってて、どんな味なんだろうと思ったら意外とうまかったと。いつこの作った。で、ビール買って帰ってきて、あんまりなんか気が塞ぐんで、まあ、使うなって言われてる本座敷を使って、一人で大根、練馬大根が台所になったんで、それで鍋と、なんだ、鍋となんか作るんですよ。煮物となんか。あの、一重、山菜一重か。あの、ま、なんか、御膳があるんで、山菜一重っていうのね。一重山菜か。で、これ由来があるわけですよ。福地王地っていう人がいるんですよ。福地王地って文久使節団っていうので、福沢諭吉と一緒にヨーロッパとかロシアまで行った人ですね。で、帰ってきた人ですよ。で、その後新聞記者になった人なんですけど、もう、元士族ですけども。この人がどんなに貧乏しても一汁三菜の膳、塗り膳を、で食べてたと。まあ、大根しかなくてもちゃんと形式だった食事をすると。さらにその、西園寺東庵って西園寺金持ちですね。最後の元老の人ですね。まあ、この人も最後大根が好きだったってことで、そんな逸話を思い出して、こんな貧しい食材でも、こう、立派に調理して、なんか形式だけ調理して、で、ビール飲んでたうちに、まあなんかまあいろいろ思い出したわけです。今までのことね。ということです。あ、で、なんで別種郎かっていうと、この、慶節が、すっぽんの蒸し焼きが作るのが下手で、そしてその、吉郎こと、その後の別種郎に、あの、すっぽん料理、蒸し焼き作らせたら完全に作ったんで、そこから別城っていう名前に変えたんですよ。そしたら、まあ、東京では別城って呼ばれるようになったわけですよ。ということです。で、大根を魚にそのビール飲んでるうちに、なんか、どんどん、今の暮らしが、味気ない暮らしがなんか、悲しくなってきて、で、やっぱりあん肝食べたいって言って、で、奥さん、あ、そうだ。最終的に何を思い出したかっていうと、自分の父親に、亡くなった父親に言われたことを思い出すんですね。亡くなった父の老僧は、もし子供が不如意を囲ってなぜこんなように自分の中と父を恨むような場合があったら、こっちが頼みもしないのになぜ生まれたお互い様だと言って聞かせろと母に言いおいたそうだが、今宵考えてみれば、暴風は考えすぎた、抜いた末の言葉のように思えると。子供にも彼自身に知らぬ意思がある。あの、父親がね、なんで俺なんか産んだんだって子供が言ったら、俺もお前に生まれてきてくれって頼んだ覚えはないって言えって母親に言ってたって言うんですね。で、白状だなと思ったんですけども、結局今家庭を持って自分にも息子が一人出てみたら、もう自分も同じことしてると。
で、こう思ってみると世の中は自分一台で片付くものは何も一つないと。いうことがわかると。で、あの、歌人夫妻の言った俺たちは極楽のバフ下げを長くするのもすまないと思って地獄の席を探しているところだと、そうしてみると先生たちもこの断ち切れないお互いのものをぞっこん苦労した連中かな。夫人の言った誠真心というものは安道徳のそれでなくて一辺、一癖も二癖もある。そこの深い流れにあるらしいものを指すのか、それは何ぞって思うわけですね。結局その自分、まあ因果があるわけですよ。因果って業がね、人間の業が、で人間の業を抱えて生きていかなきゃいけないと。で、自分もいつ死んでもいいと思ったけども、まあ父親が言った生まれてなんで産んだんだって言ったら、お前もこっちも頼むしないのに、お前が生まれてきたんだって言われちゃうみたいな業の中に生きてて、この業に対してちょっと今までね、向かい合ってこなかったってことに気づくんですね、ここでね。で、あの、家人夫婦はそういうものを分かってたんだなってことが思い出されて、ね、最後にその、大根なんで食っちゃいらんないと生きていくためにやってことで、奥さん叩き起こして、あんこかカワハギの木も買ってきてくれって言って夜中にね。で、先生が欲しいと言えば、俺が欲しいって、あの、夜中でもくれるからって言って。たら、まあ、このいつこさんって人はもう、暴君の夫に服従してる DV 妻ですから、あの、寝ぼけたまままた出かけていくんですね。夜中に。あん肝の肝を買いに。で、あん肝の肝が来るのを待ってる間に、またちょっと涙が一粒ポロリ、別四郎の目からこぼれましたということで終わりです。やばいな、1時間もかかっちゃった。すいません。ということでした。菊池社が出てきたのはあれですね。あの、ゾラの居酒屋ですね。ジェルベーズが3回ぐらい家で、クリーニング屋で、あの、食事会やるんですけども、美味しい菊池社があってみんなでむしゃむしゃ食うっていう。女性はサラダが好きだって言って。菊池社むしゃむしゃ食うシーンがあるんですけど。ということでした。人情とか何や節が嫌いな時期が私にもありました。じゃあ、別四郎時代があったんですね。モン、ベティブルー、シド&ナーシー、カノコ&一平、破滅的な愛の印です。ウーバーイーツ。ウーバーイーツ子ですよ。ね。ウーバーイーツ。はい、ありがとうございます。もう座布団1枚あげてください。ということでした。あ、メルモさん、千歳飴さん、ナナさん、お茶、コインありがとうございます。どうでしょう。じゃあ感想文をですね、ご紹介していきたいと思います。じゃあトップバッターは、八王子ヒゲだるまさんです。このアンディーブを料理したのは誰だ？職魔は、魯山人イコール貝原雄山のイメージが付きまとってあまり真剣に読めなかった。これはなかなか深刻な問題であり、というのは、よく哲学書も好きだが、漫画もアニメも好きだという人がいる。そういった人の哲学概念の理解というのは、アニメや漫画の映像表現にとらわれた大雑把なものになりがちである。アニメや漫画は人間の想像力を阻害するものとして現代において最も弾劾されるべきものである。しかしアニメや漫画によって人間の想像力が飛躍する場合には非常に可能性があるものだ。別四郎のモデルは北王子魯山人とのことである。魯山人はカノコの夫である岡本一平の父、書道家岡本家庭の弟子であった。魯山人は岡本家に3年ほど住み込んで家庭に習ったので、魯山人と岡本家は家族ぐるみの交流があった。岡本太郎と魯山人の芸術作品を通しての交流も有名であり、魯山人と岡本家の人々の作品を集めた展覧会もいろいろな美術館で開かれている。10年以上前である。ある日曜、友人の H が私を訪ねてきたのだ。H は三島由紀夫尊敬書より最も感銘を受けた書は北条の海である。H は頭をゴブ狩りにし、柔道で体を錬磨しながら三島の作品をすべて読んだ。H の叔父は専業の画家である。一通りの世間話をの後 H が言い出した。ちょうど隣町の美術館で太郎と魯山人の展覧会がある。どうだね、行ってみないか。
我々は美術館に向かった。多く、太郎と魯山人の陶器が並列して展示してある。H は陶芸のわかる男だ。見た前、魯山人の、これは、上薬ですかね。上薬の技術を。それに対して、太郎は、の技術は何段も劣る。しかしながら太郎にしかないひらめきを僕は陶器の中に見るのだ。魯山人は U にして5、龍にして0。むむ、太郎の作は僕家を奏でるようでいて、かえって邪術でさえある。私の頭の中は魯山人から派生したキャラクター、貝原優さんの一色になっていた。私は美味しんぼの愛好者である。引用はじめ。この洗いを作ったやつは誰だ？は、ユーザン。良造、は、はい、私です。ユーザン、貴様が、貴様は首だ。出て行け。中略。白。この洗いは柄に臭い。あんたタバコを吸うね。タバコを吸うなら、料理人になるのを諦めた方がいい。中略。良造、タバコを吸いました。中略。白。タバコを吸う人間が料理人になる資格はない。最も大きな理由は、味覚と嗅覚が鈍くなって、微妙な味の判断ができなくなるからだ。タバコの実の下や鼻の粘膜の細胞は、丸みを失って平べったくなっているそうだ。感覚器官としての感度は大幅に低下している。ヤニで汚れた舌や鼻で、物の風味を味わうのは、サングラスをかけて物を見るのと同じだ。強国、その通り。この勢いでなんか、なんとか課長のモノマネも、山岡の言う通りだみたいになっちゃいますね。ちょっと、すいません。強国、その通りや。外国でも香水の香りを調合する人、ウイスキーをブレンドする人、ブドウ酒の味を鑑定する人、みんなタバコを飲んだら直ちに食を失うやで、料理人も同じことや。カリア鉄作、花咲アキラが、美味しいも第4巻、150ページ、158ページ、引用あり。タバコを吸った料理人、良造は、貝原雄山により美食クラブを追放された。引用、はじめ。若い料理教師の別志郎は椅子に踏みそり返り、タバコの手を止めて、都外の物音を聞き澄ましている。岡本家のご職場。引用あり。終わり。実際には巧妙な料理人でもタバコを吸ってる場合があり、漫画の主張するような事実はありません。ということでした。ありがとうございました。私このシーン、アニメでやってんのを YouTube で見つけたんで、あ、ユーっていうのが、すいません。上薬じゃなくてユーか。ちょっと今聞いてみますか。刺身を作ったのは誰だ？はい、私です。貴様か。貴様は首だ。出てけ。首？先生、良造の悪いところは改めさせます。良造は美食クラブのなんかだったんですね。お抱えのあれだったわけですよ。ちょっとこの後山岡城が喋るとこそれまで聞いてる誰か CM が入っちゃった。この原面 CM が入っちゃったんで松岡修造が出てきちゃった。これか、山岡城の。なぜ貝原雄山が良造藩の料理を気に入らんかったか知りとうないか。どうや山岡さん、いいじゃないですか。味見をするだけなんだからね。いいでしょう。よっしゃ、そういうわけや。副部長だね。作ってみなあれ。はい、ちょうど良いマコガレが入ってます。良造、やってみろ。貝原先生の息子さん。心配ないよ、この男は貝原雄山ほど怖くないから。でも舌は確かだよ。何度か貝原雄山をへこませましたものね。その前にちょっと支度を。良造、支度ったって全部ここに揃ってるじゃないか。支度タバコを吸いに行ったんだよ。ほらすぐ分かんのに。
っちゃったあれこれあれ後半があんのかこれ。逃さなかったんだな。タバコを吸う人間が料理人として失格する最も大きな理由は、味覚と嗅覚が鈍くなって微妙な味の判断ができなくなるからだ。タバコの実の舌や鼻の粘膜の細胞は丸みを失って平べったくなっているそうだ。感覚器官としての感度は大幅に低下している。ヤニで汚れた舌や鼻で物の風味を味わうのはサングラスをかけて物を見るのと同じだ。その通りや。外国でも香水の香りを調合する人、ウイスキーのブレンドをする人、ワインを鑑定する人、みんなタバコ飲んだら直ちに職を失うやで。料理人かて同じことや。だそうです。なんでこんなのいちいち聞く必要なかったいやー、なんだもう私の山岡四郎のモノマネがあんまり、ね、ちょっと自信があったけど実際のよりちょっと味になっちゃった。味に声に迫力ありますね、貝原優さん裏声山岡の勝ちだ死せ捨てねえな貝原優さん。おかみを呼べ、クワノビかね。あのアヒルの血の料理ものあれもあるんですよ。アヒルの血の料理にそんな食い方するのは素材をおかしくしてるって言って、あのなんかシェフに絡むみたいなのね。ということでした。あ、上薬ですね。釉薬って言うんですね。上薬ですよね。じゃあありがとうございました。まあ岡本太郎さんと仲良かったですね。まあ家族ぐるみで3代付き合ってたということだそうです。まあこれはあの職場のまあ別城はこれ一応北尾次郎三人が、まあ、モデルなんでしょう。まあこの中に出てくる家人の女性っていうのは、まあ、岡本かの子さんですけど、沖縄も岡本かの子さんですね、これね。岡本かの子さんも一人二役で登場してるってね、すごい作品ですよ。うん。で、まあ、美食家になった変派な男の話っていうのを書いた。まあ、これ、老義賞ってね、以前もやりましたけど、老義賞もそうですよね。老義の家に来る電気工事のお兄ちゃんがね、どんどんダメになっていくみたいな、甘やかされてね。なんか男の人を甘やかして突き上がらせてダメにするみたいな小説を書きますよね、岡本かの子さん。私はもうなんか三島由紀夫なんかより全然岡本かの子の方が上じゃねえのかって思うんですけどね。読んでみると、まあ三島由紀夫の作品って意外となんかこう、もうちょっとちょっと、なんだろうな。もうちょっとなんか雑な感じがしますけどね。これはすごい作品だと思いますよ、この職場って作品は。まあそれは私の感じ方なんで、あれですけども。じゃあありがとうございました。頭をゴブ狩りにして柔道で体を練馬しながら三島作品をすべて読んだ友達。すごいですね。私も三島焼きに行かれてた時代ありますけど、20代、10代後半ぐらいの時。まあ、途中からなんかまあ、全く読まなくなりましたね。卒業してってしまったけど、うん、その頃は志賀の上なんかどこがいいんだろうとかね、川端なんかどこがいいんだろうと思ってたけども、いや今志賀先生はすげえなってね、やっぱ川端康成もすげえなと、三島作品はもういいかなってね、なんかまあそんな感じになって、岡本かの子の作品もやっぱすげえなってね、なってきちゃいますねということでした。ありがとうございました。漫画やアニメや人間の想像力を阻害するものとして現代において最も弾劾されるべきでこれはちょっと、漫画アニメ好きの人たちがコツンと来るところですね。これは、諸説ありでってことで、ありがとうございました。まあこの作品の中ではね、別所はタバコ吸ってますからね。まあでもいい、本当にね、このあれですよね、
美味しんぼとか、その、翔太の詩とか、もう、平気で岡本かの子の話、丸々パクってる回とかありますからね。すごい影響力ありますよ、これね。あ、江畑さん。スペシャルドラマ、美味しんぼの山岡白役は唐沢俊明。確か、貝原雄山は、江森徹。まあ、あれですね。いいキャスティングじゃないですか。じゃあ、ありがとうございました。カメオ出演。カメオ出演って何ですか？副部長が。副部長のカメオ出演。では続きまして、メルマガ読者さくらさん。芋の煮っころがし。強引なおばさんによって一緒になることになったから仕方ないのかもしれないけども、いつこが少し不憫だなと思いました。別城は料理だけでなくいろいろな才能は持っているけど、結婚するにはちょっと、てんてんてんと、凡人の私は思いました。いろいろな料理を作ってるけど、私の想像力の足りなさもあって、特に美味しそうなものはないなと思いました。なんだか、いろいろ言ってるけど、私がよくわからないというのもあって、いつこが、干渉の煮ころばしが、いつこの干渉の煮ころばしが、一番美味しそうでした。引用はじめ。ふふ、芋をどんな煮方して食ってるんだ、あ、ふふふ、芋をどんな煮方して食ってやるんだろう、食ってやがるんだろう、一つ試してみてやれ。彼は、岩礁についている飯粒を払い、パクンと口の中に放り込んだ。それは案外上手に煮えていた。これはうまいや、バカにしとらい。201ページ、引用終わり。完全にいつこをバカにしてる感じで嫌だなと思いましたし、質素な食事でちょっと悲しい感じもしました。でも、別城の料理とは違って生き生きしていて食べてみたいと思わせる表現で、とても印象に残りました。食べている口を、別城に見せないようにしている姿もいじらしいなと思いました。いつこが全く料理が下手な人なら一口食べるのも嫌だと思うから控えめだけど、できる良い奥さんなのかなと思いました。夜中に買い物に行かされても別城のやつ後で覚えてるみたいな感じがなくて、献身的に尽くしてる感じがして良い奥さんだなと思いました。いつこは別城のことを尊敬してるから尽くせるのかな、いつこはどう思ってるのかなと読み終わって思いました。終わり。ありがとうございました。あれじゃないですかね。死の家の記録に出てくるスシーロフみたいな人なんじゃないですかね。いつこさんっていうのはね。いつもいじけて生きてる。いつ何やってもずっと貧しいみたいな。使いっぱしり、賭博の使いっぱなし、見張りとかやらされてて、たまに怒られると、しょんぼりしちゃうみたいな。そういう人なんじゃないですか。死の棘に必ずそういう人がいるって出てきたじゃないですか、その。世の中にはずっと下積みの人がいるってね。いつこさんはそんな感じの人なんじゃないですかね、もしかしたらね。なんか、だから横暴に振る舞われてしまうんじゃないですかね。だけど、芋を煮させたらやっぱりうまいんですよ。案外うまいと。この飯粒がついた芋っていうのはいいですね。なんか、美食家のくせして家ではね、庶民的なもん食ってるっていうね。それがやっぱ耐えられないんですよ。別城のプライドが傷ついてんですよね。本当はお絹と一緒に世界中旅行して、あの美食を食べ歩きたいっていう夢があるんですけども、そんな欲望だけ与えときながら実現させてくれないこの世の中の、不合理に怒ってんですよ。そのこと書いてありましたよね。綺麗なものは見せて手に入れさせてくれないって、なんかね、どっかに書いてありませんでしたっけ。どこだっけ。どっかに書いてあったんだけど、最初の方だったっけ。まあでもその庶民的なものを食べてる時も一汁三菜をやんなきゃいけないっていう、そのちょっと
と今探してて分かどこに行ったか世の中ね、いろいろ素敵なものがあるけど手に入れられないって言うんだよ。あ、これ書いてあった160、ちょっと私古い版なんでページ数が皆さんと違うんですね。なんだって自分はあんな好きなお菊と一緒になり、好きな生活のできる富裕な邸宅に住めないのだろう。人間をに好くという欲を植え付けておきながら、その欲をの欲しがるものをまっすぐに与えない、なん誰だか知らないが世界をこしらえたやつは嫌なやつだ。まあだから乱暴に振る舞うんですね、家に帰ってきてね。でなおかつその慶節は立派な家を貸して本座敷、綺麗な本座敷貸してるけど、子供が生まれた時に汚れるから嫌だな、や汚すなって言って嫌な顔したって言うんですよね。でその借家人のなんか不自由さを感じてイライラしてんですね。でそのイライラが抑圧の異常による精神的均衡の保持で子供と嫁に辛く当たるって方に行ってしまうってことですね。だけどこのいつこさんはね、それに耐えられる人なんですよ。もうあの根っからいじけた感じで、あの亭主に口答えなんか絶対できないようにできてまして、口の中のものをねくちゃくちゃ食べてるとまた怒られるから見せないようにいじらしいひたすらいじらしいっていうねことになってますね、ということでした。まあだけどもこれはすべてほら、檜垣の子供を後継ぎを残すためだからですよ。黒髪に縛られたんですよ、別子郎も、いつこの、だから余計腹立つんじゃないですかね。暗記もお買いに行かせるときはちょびっと優しいことそうそうそう、最後暗記もはね、さすがにね、そんなだってあられが降ってるのが買いに行かせるんですからね、丁寧に言ってますね。いつこすまないが、中通りの伊豆省を起こしてあんこうの肝か、もしカワハギの肝を取ってあるようだったらその肝をもらってきてくれ、ね、珍しく丁寧に頼んだって書いてありますね。まあいつこはどう思ってんのかな。まあしょうがないですよ、あの檜垣の跡取り、本家の跡取りを残すために生まれてきたそういう目的のためにいるスシロフみたいな人ですから、そうなんでしょう。そういう人もいい、そういう人がいる、そういう人がいるってことは人間の業だってことですよ。そんなのと一緒になっちゃって、別城がまさか一緒になると思わなかったりすると一緒になってね、友人の後継ぎを自分が作るなんてまさか思わなかったってことが起こるっていう、自分の才覚だけで生き抜いてダメだったら死ねば、いつでも死ねばいいと思ってた人間が、あらゆるその因果の道理に絡め取られてくってとこ、逆説に面白みがあって、その逆説を作ったのはいつこさんですよね。じゃあさくらさん、ありがとうございました。スシーロフはいい妙ですね。まあでもこれ人間がよく描かれてますよね。あの私は三島由紀夫作品はちょっと人間があまりに類型的でちょっとなんか味な感じですよ。自然じゃないの、真心がね、人間ばっか出てきちゃって味な感じがしますよ。岡本かの子さんのやっぱなんか人間がしっかり描かれてるっていうかという気はしますけどね。まあそうでもないか。まあなんだろうな、まあアプローチが違う、まあまあ臭いっては臭いですけどね。まあまあそれ以上で、まあドストエフスキーぐらいまでになるとやっぱよく人間のこと観察してんなとは思いますね。それに比べは表層的なところに、あと仏教的なものでコーティングしてる感じはしますけどもね。どうでもいいプライドなんて犬にでも食わせりゃいいのにね、なんでもそうできないんでしょうね。まあ、そこの部分がこの作品の、別子郎の何が悪いのかってことですね。それはだってもう言われてるわけですよ、あの、歌人夫妻に。まあ、人間の業が分かってないってことを言われてるわけですよ。自分の才覚だけで生きてると思って、に生きる人工芸術品になっちゃってるってことですね。ステレオタイプな感じでしょうか、三島。
まあ、三島先生もその筋トレをするとかね、全般的にほら、人工的じゃないですか。なんか、やってることがちょっと形式になってて、形式的、形式じゃないですか、単なるね。それはちょっと思っちゃいますけどね。読み比べてみるとね、まあ、三島しか読んだわけは三島はすげえ作家でしょうけども、いろいろ読んでみると、物足りないなって思うとこありますけどね。じゃあ、佐川さんありがとうございました。じゃあ続きまして、メルマガ読者陳年さん。職場感想文。この短編を含めたその他の作品集も全てにおいて何らかの仏教的な教えが、仏教の教えが散りばめてあり、それぞれが秀逸の作品でした。今回感想文とより70年生きた私の経験談から仏教を見つめ直したいと考えます。私は兼業農家の長男に生まれ、比較的幼少の時からある意味恵まれていました。ただ鼻が蓄能症のために何かにつけて根気がなくすぐに切れやすい性格でした。だから勉強はいつも後ろから2番目か3番目ぐらいでしたね。中学校の頃分かってもいないのに知ってるふり、素振りをするので皆は小生のことを賢ぶりまんとあだ名されたものでした。食べ物に関してはサバやネギが口が合わず、サバとネギを煮詰めた順は特に嫌いでした。高校に入ってからは毎日パチパチ弾く生活で、これも何かの因果で、この浮き苦労をせなならんのかなと思いましたね。学友の一人とはよくパリコミューのことについてわけもわからず論戦を交えたものでした。社会に出て今思うに一芸に秀でた人はそれだけで社会で のし上がれることも知りました。会社で口達者な B 君が入社 4,5 年で課長になり、退職時には部長になってましたね。ここだけの逸話なのですが、私が仕事を終え、会社の近くの本屋に入ろうとした時、会社の工業者に似た車を発見して、果たしてあの B 君ではないか、鼻を天井に向け、ドア越しから聞こえるくらいのいびきをかいていたのを思い出します。会社時代に一度死にかけたことがありました。私のミスでサイドブレーキをかけず離れ、そのため動き出したリフトに抑えようとしてリフトのをかけたことがありました。私、リフトの爪を腹にあてがいました。しかしその時誰かがサイドブレーキを引っ張り止めてくれたおかげで今自分があるのです。現役でやってた時、ある時期小生のことを師匠とか先生と言われた時期もありました。陳年というあだ名は息子がつけたあだ名です。こうして見ると全て因縁がの法則にのっとっていたのだと感じます。最後に死についてですが、舞台俳優が舞台を終え、また別の巡業で演ずるように死もまた絶え絶え波のごとく、あとなりやがて深い英語会議の中に吸収されるのでしょうね。人間は授かりばかりではダメ、施すことも肝心だということです。その帳尻がリタの利己がある程度上回った時点で死という決裁日がなされるのかもしれません。その意味で私は利己が勝っているから安住の地にはつけないでしょうね。私の祖母は知る限りでは毎日お茶漬けばかり食べていたように思います。それでも祖母は寿命があるうちは死ねんと言って、日々仏壇に向かい生阿弥陀仏を唱え90で亡くなりました。大変長くなり恐縮しました。多分これが今年これが最後の読書会になります。ありがとうございました。以上。推進、古希になるまで軽めのライトノベルばかり読み、合間ギャンブルや飲み屋でうさばらしして金を落として無駄な人生を過ごしてきました。宮沢氏の読書会に参加して自分はなんて自分は弱い、くだらない性格の持ち主なんだと思い知らされました。いずれ直面する死に対して、職場に出てくる悲劇の主人のように、真正面と向かい合って死を捉えずに死をもてあそぶことはだけはすまい、と、今一度仏教の教えを学び、度胸する心持ちになりました。終わり。ありがとうございました。私の読書会に参加して、なんて自分はやばい、くだらないですよ。そんな立派な読書会じゃないですから、そんな。嫌だな、そんな。なんかもう遺書みたいになっちゃって、もうなんか、秋の、深まる秋でこれ読んでたら、寂しくなっちゃいましたよ、俺も。今日私びっくりしたんですけど、昔読書会参加した山伏さんが、去年お亡くなりになってたってことをテレビで知りまして、テレビに出てたんですよ。地方ローカル番組ね。まあ、そのことはまたコラムに書きますけど。
まあ、有名な方だった地元でね。で、ちょっとテレビ出てね、実は去年8月に亡くなってた、お亡くなり、私が最初にね、読書会やった時、一番最初に来た方なんですけどね。とんでもねえクソじいさんでね。クソじいさん言い方ないですよ。もう80近かったんですけども。まあ、いろいろ問題行動が多くてね。いろいろと不規則発言してると、あの、途中で人が怒って帰っちゃったりしてね、なかなか大変だったんですけど。まあ、アーカイブスでお元気だった頃の声が聞けますけども。まあ、いろいろと、あんまインテリっていうか、インテリじゃ組織のエリートだった人で。その後、山伏になったって人なんですけどね。その方お亡くなりになったってこと聞いても、あ、そっか。もう一年も前かと思って。まあ私も最後、もう4年前ぐらいにね、もう秋か。かれこれ思えばもう4年前、2017年の秋に、リアル読書会をちょっともう続けられなくて、もうネットだけにしちゃったんですけども。それ以来会ってないんですけど、会ってなくてお亡くなりになっちゃったってことです。もっと100歳まで生きんのかなと思ってたらね。まあコロナもあったんでね、結局コロナもあったから、その後やっててもコロナでできなくなってたか。そんなこと思い出してました。まあそれは置いといて。サバとネギを煮詰めたジュンって何ですかこれ。関西の食べ物なんですかね。わかんないですけど。昔のフォークリフトサイドブレーキを引いてないと危ないんですか？マニュアルだから。危ないですね。プリウスぐらい危ないですね。プリウスのシフトぐらい危ないですね。そんなことねえか。そんなこと言っても、トヨタから訴えられちゃう。ということですね。息子さんに陳年というあだ名をつけられた。まあでも、死生観、まあ、あれですね。まあ、帳尻が合うっていうか、その、リタとリコが死で決裁されるっていうことをおっしゃってる。まあ、どうなんですかね。まあ、あの、亡くなるにあたって、日垣主人のように死をもてあそぶことだけはすまいと思ったってことですね。まあ、陳年さんも陳年さんで、業を背負って生きておられたんだと思いますよ。まあ、みんな、業から逃れられないですよね。その業ってものを仏教はその業をね、カルマを、彼岸に行けばカルマが解消されるんでしょうね。まあ下脱するってそういうことですよね。そういうことを仏教哲学が言ってますよね。まあ何かを一心に信じて念仏を唱えればね、成仏できるって考え方ですもんね。信仰心ね。ちょっと私はそんな詳しくよくわかんないですけど、まあ、それね、思うところ書いていただいてありがとうございました。まあ、ちょっと、秋が深まって気が弱った感想文かなと。あったかくなるや。あったかくなるや。元気になりますよ、もう。本当に、これがこのまま遺言になるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしますから、もう。ということでした。じゃあ、ありがとうございました。あの山伏さん、そうなんですよ、あの山伏さんですよ。また山伏さんの話はまたなんか、まとめてっていうか、あんまり個人情報もあるからな。ちょっと思い出はたくさんあるんですよ、その、一緒にご飯も食べたことあるしね。まあ、あの頃読書会一緒にやってた方と全く一切音信不通になってるっていう人物っていろいろ主催者のコツン、心にコツンと当たることがあってね、みんなはさよならしたみたいになっちゃってるんですけども、まあ私も全く余裕がなかったんですよ、ね、収入もなくて余裕がなくて辞めちゃったんですけど、まあ、またそのことは別にお話しますんで、ありがとうございました。まあなかなかその目がね、老眼というか、なかなか本読めないっていうんで、まあなるべく私も朗読しますんでね、短い作品はまあ、月3回は短い作品にして、それはまあ、朗読していきたいと思うんで、またご参加ください。ありがとうございました、チンです。
では続きましてメルマガ読者エバタさん、自力と他力、因をはじめ人間の味というものも結局最後には純情素朴の童心の美しさでありましょう。ただ童心というものは文字通り童心一枚だけのものであって、高知に、高知にこれなんて読むんだこれ、ちょっと調べてなかった。できれば難しい言葉は振り仮名を振っていただけるとありがたい。先にか、向く、向かいか、高知に向かい、悪辣にかかった時はひとたまりもなく壊れてしまいます。騙され陥れられるばかりであります。修行もしない、ただ童心が良いとするならば、子供はすべて成人であって修行というものの必要はありません。童心にして万事応じられる器用を備えてこそ磨かれたる童心であります。よく英治のごと彼となどと言いますが、ごと彼というところに、ごと彼って叱れっていうのかな、幼児に英治に叱れと言いますが、叱れというところに価値があります。もし英治たれと言ったとしたら、その言葉はゼロです。人間は乳首を加えて腹張っているところに値打ちがあるのではありません。注略。世の中の酸いも甘いも味わい尽くした人の確実な性格の裏付けの上に、なお純良性が残り純朴性が保留されている、そういう性格の味わいの現れが本当に尊い童心であります。無邪気なばかりが尊いとは言えません。素直だから善良だからといって幅も高さも重みもない性格では本当の人間の味も価値もありません。青空文庫版岡本かの子仏教人生読本第44巻人間の味より言い終わり。晩秋の朝、私のというよりは私の母や祖母にそっくりな顔をして、すやすやと寝息を立てる我が子の頭を撫でる。赤ちゃんの頃と変わらないなぁと、しばし愛おしく感じる。だが、ゆすっても尻を叩いても、布団も剥いでも起きようとしない人間とは違う。自分とは違う人間にこんにゃろめと腹が立ってくる。何とかして起床しても、いつまでも、だらだらと着替えもせず、飯も食わず、だって眠いんだもんと生意気な口を聞いてくる。数年前は、あんなに素直で可愛かったのでに、私はカッとなり、そういうのを自己正当化って言うんだよ。昨夜、あれだけうんぬんと言い返し、朝の時間を浪費してしまう。これが、我が家の日常風景である。子供は親の所有物ではないし、いつまでも素直で可愛くて親思いでいてほしいと願ったところで、そんな私の意思通りになんてならないし、いつまでも赤ちゃんのままでいてはいけないのかと、かの子先生が諭してくれている。その我が子を産み育てること、細君と席を入れること、今の職業に就くことなどなど自分で決めてきたようで、どこか見えないところで不思議な力でそうなるようにできているのかもしれない。引用はじめ。こう思ってくると、世の中自分一台で片付くものとて一つもない。自分だけでなせたと思うものは一つもない。みんな暴風の言うお互い様で続かり続き合っている。職務、引用終わり。職務を読み、因果とか自力とか他力という言葉が頭に浮かんできました。そして以前のような自分の武器を身につけて世の中を渡り歩きたいなどという考えから、40近くなってやっと人のために学びたいと思うようになってきた自分がおります。以上、終わり。ありがとうございました。自分の武器を身につけて世の中を渡り歩きたいっていうのは、まあ、別種郎の考え方ですね。先生と呼ばれたいってことですよね。だけど、まあ、人の、ために学びたいという考えに変わってきたというおっしゃっていただきました。なるほど、そうですね。まあなかなか才覚だけでね、まあ特別な才覚があれば才覚だけではある程度渡っていけんでしょうけども、まあ今ねメリットクラシーっていうんですかね、能力主義だって言われてますよね。それが強いんですけども、
まあ、それだけだと格差が広がっていくだけだなんてね、いう話もありますけども。童心の美しさ。子供のに叱れということで、子供で赤ちゃんでいろってことじゃないです。赤ちゃんのようであれってことで。赤ちゃんであることと赤ちゃんのようであることは違うってことですね。あの、キキキリンさんがね、内田裕也さんと別居してたけど、ずっと夫婦席は抜かなかったじゃないですか。最後までね。なので、裕也さんのいいところは、あの人は純な人かけらがあるって、いつも言ってましたね。テレビでも言ってましたけども。まあ、子供に近いっていうかね、純情素朴なところが、裕也さんにあったから、別れなかったんでしょうね。なんだ、単に、とてつもねえ、めんどくさい人ですけども、まあ、ロックンローに対する純な一筋の思いっていうのはね、まあ、人騙してうまく立ち回るって人じゃないってことは確かなんですけども。でも気に入らなければ殴るっていうバイオレンスはちょっと怖いですけども。まあ、でも純粋素朴な人だったら童心があったんですよね。なんか、キキキリンさんって岡本かの子の作品出てきそうな人ですよね。老義賞とかね。と思いました。だから無邪気なばかりじゃなくて、まあ本当の人間ではその、純朴性が保留されてるってことですね。だからあれですね、通り一遍地獄を歩いてから純朴なものに帰っていくってことですよね。まあこの中でも書かれてますよね、あの、歌人夫婦がね、身分狂言の伝願の純粋な音楽もね、地獄の音楽だと思って聞いてんだと。地獄の中の極楽だけ塞いでちゃいけないと。地獄の席も探しに行かなきゃいけないって言ってましたよね。まあ人のためになるっていうのは地獄の席を、人のために学ぶっていうのは地獄の席を探しに行くことかもしれないですね。利他心っていうのは地獄の席だと思いますよ。人のためにやったって何か返ってくるわけじゃないと思いますけどもね。10やって1返ってくるかぐらいかもしれないですよね。まあ、あとはでもやらなくても、それなりに生きられるから、世の中自分一台で片付くものはないと。一生懸命やったって帰ってこないし、何もなくてももらえるっていう場合もありますからね。そういう因果の中で生きてるんでしょうね。ということでした。まあ。大変ですね。娘さんだからこれからどんどんお父さんとの関係がね、反抗期が深まってきますよね。で、反抗期が終わった頃にはもう嫁いで、嫁ぐか嫁がない、家出てね、いなくなっちゃうかもしれないですね。あっという間ですね。ありがとうございました。じゃあ、井端さんありがとうございました。あ、陳年さんありがとうございます。私も、あと何回参加できるでしょうか。死に土産に宮沢さんに会いに行こうかな。ます寿司を携えて。いや、もう、ネット上だけのお付き合いで大丈夫ですよ。私はもうだから実際に会うってことはない。どなたとも会わないんで。どなたともネット上の女水の交わりで終わりたいと思うんで。なんか機会があればね、陳年さんのお墓参りには行くかもしれないですけども。なんでもう死んだことになってんだって。笑って言うことじゃねえだろうって話ですけど。大丈夫ですよ。そんな、なんか気が弱ってますね。なんかやっぱ、秋が深まってくるとね、ちょっと寂しくなっちゃうじゃないですか、やっぱ。ちょっとすいません。ちょっと喉が、喉、ちょっと水を飲ましてもらいます。船寿司か。マス寿司じゃないか。船寿司。じゃあありがとうございました。では続きましてメルマガ読者玉井さん、食魔の料理再現結果に関するご報告。机上の空論という語句が示す通り、物事に対する真偽は脳内で思考を繰り返すだけでは所詮推論の意義を超えられない。そのため実地に適用して検証を試みることでその妥当性を判定すべきである。そこで、今回本書職魔に書かれている料理を再現&試食した上で実地体験から得た書簡を述べることにする。一品目、アンティーブのサラダ。
レシピ。冒頭の描写によると、水洗いしたアンティーブイコールチコリーをボウルに移し、塩、胡椒、辛子、酢を混ぜたものを投入、さらに酢の3倍の量のオリーブオイルを注いだ後、女の化粧と同じような感じで和えれば完成となる。試食した感想。味覚を言葉で抽象化して説明するのは一概に難しい。がしいというなら塩辛い白菜の味がした。2品目、大根のチリ鍋。レシピ。終盤の描写によると、銀杏切りした練馬大根を鍋に入れ、鍋の出汁汁には野菜のエキスで調味とするとだけ書かれてある。野菜のエキスは何だろう。まあこれは大根から抽出した液体、つまり大根おろしの絞り汁を称して野菜のエキスを表記したと思われる。というわけで大根&絞り汁&水で鍋を茹でたら完成となる。これを醤油につけて食べるという。試食した感想、醤油の味がした。結果報告。すいません。2以上2品の試食結果から私は何を学んだのか。それを報告する前に、作中後半の別紙郎の心境について若干説明しておく必要がある。彼はいわゆる挫折の人である。そして彼の人生の指針はというと、死をもって万事生産がつく絶対のもの、つまり安心立命の態度で生を全うすることであり、表現に味とか芸術とかの別れ議論は立つまいという苦悩の後、最終場面で無限に降るあられをむさぼり食う闇の様子に触発された結果、とても大根など食っちゃおられんと、あんこをカワハギの肝を激しく所望する。つまり彼にとって食の芸術なんてどうでもよくて、俺は今食いたいもん食いたんじゃいといった心境である。けだし、食魔と言える。ここでアンティーブサラダ、大根鍋は、作中で微妙なもの、また別紙郎の料理は芸術的と夫妻から評されている。一方、私が試食したこの2品、まずいとまでは言わないが、もし仮に、私に妻がいて晩飯にこれを供されたとしたら問答無用でしゃぶ台をひっくり返すと思う。何が悲しくて大根を食わ ならんのか。私は今どん兵衛が食べたい。理由は食べたいから。そこに芸術が介在する余地はない。安心立命が失われるから。別紙郎も前述同様、最後の場面では自分自身に忠実に生きんとする決意が伺える。ただこうした食に対する純粋な興味、それ自体を芸術的と評される可能性はあるように思われる。といったことを考えながら、本件の結果報告としては、どん兵衛が美味しいねという結論になる。以上、終わり。ありがとうございました。アンティーブのサラダ作っていただいたら、しょっぱかった。私、アンティーブって食べたことないんだよね。食べてみたいですね。大根のチリ鍋。大根の水炊きみたいな。大根の出汁、ナビの出汁は大根おろしってよくわかんないですね。出汁を取ってないのか。煮た大根に醤油つけて食ってるだけ。ってことですね。で、醤油の味がしたと。まあ、大根は、なんで大根を食べたのかっていうと、これ、福地源一郎の流儀っていうことでやってんじゃないですか。これ。かくて一汁三菜の献立は彼において全うしたつもりである。彼には何か一のようなものがあった。不鮮な食品にぶつかった時は一色で満足するが、貧寒な敷地にぶつかった時には形式美を欲した。彼は明治初期の文明開化の評論家であり、後に九代目團十郎のために劇作家となった大内小路、福地源一郎の生活態度を知っていた。この旗本での江戸っ子の作者は、極貧の中にあって客に食事を供する時には、家の粗末な惣菜のものにしろ、これを必ず一汁三菜の全組の様式に盛り整えた。したがって焼き物には塩酒の切り身などもしばしば使われた。ということです。まあ、貧しいからこそ形式美を全うするってことですね。武士は高値と、武士は食わねど高よじっていうことわざありますけども。武士の家計簿ってね、今月 BS でやるんじゃないですか、あれ。磯田先生の新書が元の原作になってるね。仲間由紀恵さんと坂井正人さんが出てる映画。武士の家にお金借りてて、金がねえから正月の鯛を絵を描いてね、紙に絵を描いた鯛で済ましたっていう。
形式だけはやるわけですよ。タイが買えなくてもタイの絵を描いて置いとくわけですね。で、その形式日でやってたんじゃないですか、大根。美味しいか美味しくないかっていうよりも、形式日も美食であるってことさ、味がどうだ、練馬大根の味がどうだって話じゃなくて、形式日が味だっていうことを、味だね、形式日も美食であるってことを言ってんじゃないですかね、これね。で、彼は安心立命で、世を終わることを、安心立命が嫌いなんじゃないですか。いざとなれば死ねばいいって言ってんだから。安心立命の逆を考えてんじゃないですか。安心立命ってどこに出てきたか。あれか。安心立命。別所郎はその後一度もこの夫妻に会わないが、彼の生涯にとってこの春の2回の面会は通り魔のようなものだった。せっかく設計してきた自分らしい楼閣を不定の風がさらい取った感じが、深い芸術なるものを通して何があるとは感づかせられた。しかし今更宗教などというカビ臭いと思われるものに関わる気はないし、そうかといって、夫人の言った誠とか真心というものを突き詰めていくのは安道学らしく、身震いが出るほどおぞげが震えた。結局安心立命するものを捉えさせたらいいのだろう。死の外がそれであるが、必ず全て帳消しにされるし、こののっぴきならないものへの落ち着きどころを置き、のっぴきならないものへ落ち着きどころを置き、その上で生きているうちが花という気持ちで、せいぜい好きなことに準じていったなら、そこに出てくる表現の味とか芸術とかの別れの儀礼は立つまい。いざとなれば死にさえすればいいのだ。ああ。安心立命するものっていうのを、生とか死の外に置くっていうことを言ってんじゃないですかね、これね。安心立命の態度で生を全うすること。彼の安心の立命の取り方とは、生と死の外側だってことですね。それはショーペンハウエーでは意志の世界っていうか、その、現象の外側に安心立命を置けば、天命を知って心安らかにし、もう物事に動じないほど安心立命って言うんですね。これは今調べましたけども。安心立命っていうのは、だから、悟りを開いたような気持ちで生きるってことじゃないですか。これちょっと難しいな。ちょっと私の解釈とちょっと違うんですけど、玉井さん書いてくれたことが。安道学が嫌いなんですよ。だからこの、最初はこの女性歌人の言ってる真心っていうのが、なんかすげえ浅はかな道徳に思えたわけでしょ。で、嫌だ。そうって自分の料理が真心があるって言われて、なんか、しらけちゃったわけですね。で、結局安心立命するものを捉えさせたらいいのだろう。死の他にそれがあるか。ああ、まあ死を据えて、まあいつか死ねばいいんだっていうのを安心立命のもとに置けばいいんだと。結局みんな死ぬんだっていう、死ねば終わるんだって、一切終わりであるっていうことに、それを軸にして生きていこうって思ったってことか。だったら今のうちに美食をしたいっては書いていただいた通りか。大根なんか食ってる場合じゃなくて、あんこかはぎを食おうと。いうこと言ったのか。だけど、まあ、食いたいこと食うっていうのも、その、自分の才覚一本で生きていくのと一緒ですよ。自分の意志だけでどれだけこの世の中を押していけるのかって問題に最後ぶち当たってないですか。それはなぜか、だって東京でいつこと所帯を持って暮らしてるわけですから、その逃れられない業に気づいて、
なおかつそっから逃れたいから、アンコウカワハギの肝を食べようと思ってるっていうか、自分の才覚でだけで生きてるくんだって思ったけど、自分は結局何かに生かされてんじゃないかと思ったけど、やっぱり自分の才覚だけで生きていくんだって、もう一回アンコウとカワハギを食べ始めるっていう。そしたら涙が出てきたと。強がってる自分にポロリと涙が出てきたって話なんじゃないですか、これ。なんじゃないかな。だって形式美でそんな大根食ってんのだって、言ってみりゃなんかこう、自分の才覚で通してるわけじゃないですか。それに飽きたらカワハギとアンコを食べたくなったんですよね。一通りやったら。そう、あられを見てるうちに。まあまあ、徹底的に自己中ですよ、これね。やってることね。でも、その自己中が揺らいできたってことを最後書いてるんじゃないですか。だから、涙が出てきちゃうんですか。結局、自分で一台でできることなんか何もないんじゃないかって思ったわけですから。世の中、自分一台で片付くものは何もないと。まあ、一癖も二癖もある、そこの深い流れ。それが何だろうって分かんないと。自分の、その、自己中だけではその深い川が分かんねえから、いつまであってもコツンとしたものに当たっちゃうっていうか、そういうジレンマを、芸術上のジレンマを書いてるんじゃないですかね、これ。私はそう思ったんですけど。なんですけど、まあ。どうでしょう、ちょっと。どん兵衛が食べたいけど、どん兵衛を食べても、人間のカルバって業から逃れられないんじゃないですか、やっぱ。そのことが、やっぱどん兵衛を食べながら涙したって話じゃないですか。どん兵衛は美味しいねって結論なんですかね。どん兵衛食べてても、やっぱ逃れられない因果の中にいるっていう悲しさが出てきて、涙したって結論なんないと、これ。なんか、玉井さんに厳しいようだけど。そうじゃないかなって、ちょっと私思いましたけど。どうなんでしょう。ドンギツネさん、沖縄の演じるドンギツネさんと一緒に食べなきゃ美味しくないなと。だけど、いつ子と結婚しちゃったし。なぜいつ子と結婚したかっていうと、もう、ヒガギ、メゾンヒガギの主人の因果に絡め取られてしまったっていう。ヒガギの家の家が廃家にならないように、後取りが絶えないように自分がその、才覚で生きていかなきゃいけないと思った人間は、養子で、断絶しような家を救うみたいな、およそそんなことしたくもないことに巻き込まれてるっていう、そういうことに対する涙じゃないですか、これ。最後は。それが、安道徳じゃなくて、一癖も二癖もある、深い流れに乗ったらそうなっちゃったってことに今気づいて、あの夫婦はそんなこと言ってたんだって気づいたから、逃れられない運命に涙がポロリってことなんじゃないですか。俺はでも最後、どん兵衛を食べながら泣かないと、なんかこれ読み取れてることにならないような気がするんだけど。ということでした。じゃあ、玉井さんありがとうございました。玉井さんの麻雀の配布券とより厳しいですけど。16巡目から18巡目のダメ出しみたいになっちゃってますけど。やっぱりドラを切ってきたみたいなね。なんでドラ切って補充みたいな感じになっちゃってますけど、これ。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、続きまして、メルマガ読者、ホヨさん。あ、ちょっとコメントいただいたんで。あ、新年さんの読書感想文大好き。よかったですね。自分の人生で本当に自分の意思だけで決めたことってどれだけあるんでしょうね。まあ実は選んでるようで選ばされてるし、人間なんか主体性なんか持てないのかもしれないですね。死んだら全部ゼロになる、そんな風なニヒリズムの感じなんでしょうか。うん。ニヒリズム、シニシズムか。違うんですよ。そんなシニシズムね、芸術至上主義ってことでしょ？死んだら全部ゼロになるって。だから、現在の芸術だけは。だけど、それが、
それに疑いを持って終わったんじゃないんですかこれ。最後は。だって人んちの跡取り取るために結婚してるんですから。家制度っていうかその、血筋を残すってことを書いてんですよ、これ。ほら、岡本かの子の寿司もそうでしたよ。寿司って寿司をお母さんが握ってくれたら、だって痩せこけてた子供がいてお母さんが握ってくれた寿司を食べたら、命が繋げたと。で、自分の実家の旧家が滅びちゃって最後の一人になってんだけども、なんだっけ、福寿司とかいうとこで友よって女の子、ね、相手に寿司食って、その話してくれる素敵なおじさんがいたわけじゃないですか。旧家の最後の一人や。まあ、メゾンヒガキの主人みたいな人ですよ。なんでお寿司が好きなのって言ったら、まあ、お寿司によって最後の旧家、没落した旧家の最後の一人になれたんだよって。いうことだと思いますよ。まあそういうほら、もろもろの人間、まあ、陳年さんも書いていただいたんですけど、私はこのくだりで過去でいなくなった両親や弟のことを思い涙しました。まあ別に両親は、弟を選んで生まれてきたわけじゃないんでしょうね。だって私だってそうですよ。私だって何も信州に生まれる必要なかった。だけど生まれちゃったっていうか、でも自分で選んできたわけじゃない。生まれる前からの因果があって、減少化しちゃったっていうところあるわけじゃないですか。それは、で、その、もろもろに引きずられながら生きていかざるを得なくて、自分の才能とかだけで生き抜いていくって言ったって、やっぱりその、もろもろ生まれる前からの因果に引きずる、無残に引きずられていくっていうかね、そのことの寂しさ、ということを書いてんじゃないかなと思いました。じゃあ、ほよさんですね。不器用で意地っ張り。作品の主人公、別四郎は、あの北王子、魯山人が、を名、モチーフにしてるそうだ。魯山人について知ってることはほとんどないが、あの迷惑親父こと、貝原雄山といえば、多くの人がどんな人がすぐさま、想像がつくと思う。自分から先生と呼ばれたいなどとのたまう人間は大抵ろくなのはいない。多くはこじらせたワナビー同様。別四郎も大変めんどくさいパーソナリティをしている。ただ、ボン百のワナビーと違うところはそれなりにセンスがあり、かけて何かしら努力をしているところだろう。作中後半では、彼の唯一と言っていい友人の日垣氏の闘病生活をその最後は書かれる。そのことを思い出した別四郎は、生について考え、一人涙する。彼のような職マンにも涙を流す瞬間はある。最後の方の文章はかなり路列が回っていない感じがして、読んでいて心地よさを感じた。酔っ払いの酔いが冷めるか冷めないか、そういった感じを覚えた。引用はじめ。こう思ってくると、世の中に自分次第で片付くものとて一つもない。自分でだけでなせたと思うものは一つもない。皆暴風の言うお互い様で、続かり続き合っている。引用終わり。色川武宏の裏表人生録でもあったが、何代も前から、そして何代も先もに続いていくものが確かにあるのだという考え。魯山人ほどの人がこの考えにたどり着いていないとは思えない。だったら周囲の人に優しくで、どうして周囲の人に優しくできないのだろう。彼の理想が激しい情熱がそうさせてしまうのではないか、そんな風に思った。それが逆に彼の理想から遠く遠く離れていく行為であるにもかかわらず。はあ、大根食いて、食いしん坊マジ、終わり。ありがとうございました。前回はカニ食いてで、今回は大根食いたい。ね。ありがとうございました。まあ、魯山人のウィキペディアを見てたんですけど、まあ、この別四郎よりかなり、別四郎はまだほら、お父さんも、ただ病気で亡くなってお母さんも生きてんじゃないですか。だから、まあ、親に捨てられてんですね、北王子魯山人さんっていうね。でも、なんか、あれですよ、捨てられて、どっかの巡査の家の、養子に入っちゃってですね。それはそこの人も亡くなっちゃって、養子の義理の、夫婦の義理の弟が、だから人の、人手を転々とさせられて、生きてきたんですよ。だから普通の家庭を知らないんですね。魯山人の母は、
のロサンジは母の不貞よりできた子で、それをいいんだ父は滑覆自殺を遂げたって書いてあるんで、これ本当かどうかわかんないですけども で6歳まで陽家を転々として、出自にまつわる屈託が終生払われることなかったと。で結婚6回結婚して全部破綻してて、家庭の温かみに飢えていたロサンジはラジオではテレビのホームドラマの何気ない会話、微笑ましい場面によく肩を震わせ涙を流して嗚咽していたということですよ。そういう人だったんですよ。生い立ちが不幸でかなりこじらせてたんじゃないですかね。だから優しくできなかったんですか。まあでも才能だけで生きてた人なんでしょうね。ということでした。まあまあ、別志郎もそういうとこあるけども、ありますね。だけど自分に足りない真心、真のことを指摘されて、反発してたけど、結局、真とか真心って何なんだろうって思っていくと、こうか、引用していただいた通りね、世の中に自分一台で片付くものは何もないっていうか、まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、ご先祖様のおかげで生きてるっていうかね、まあ、儒教的な考えですか、親孝行とかなぜ重要かっていうと、だ自分一台で片付くものはないから親孝行だっていうことなんでしょうね。あの、孔子が言ってる孝っていう概念もね。ほんと長いスパンで見れば孝ってものがないと、何代も生きていくほどの力、持てないってことです。社会生活を送る上で孝ってものは重要だから、あれですね。まあそういうものがないと、まあいろんな人に生かされてるってことに、生かされてんだってことで最終的に気づく、まあその、部分があると。まあでもそれを言っちゃうと全部ね、努力とか何でもなくなっちゃいますからね。自分が生まれる前に決まってた何かの因果で終わっちゃう、自分としては何もやることなくなっちゃいますよね。だから、そう一概に、色川武尊さんもそうは一概に言えないんだけども、運勢の話をして、運っていうのはでもご先祖様の運を食ってる部分もあって、自分はその、先祖のね、おじいさんも父親も鬱屈して暮らしてた分、やりたいことをやらせてもらってありがたいっていうことを書いてましたよね、確かにね。そういうのはあるかもしれないですよね。まあ他人の運、身内の運食って生きてるっていうのはね。まあ遺産相続する人だってそうですよね。いや、身内のが良かったと、身内の運食って生きてる場合もあるでしょ。逆の場合で何もなくてね、一から頑張んなきゃいけなくて、まあ頑張って財産作ったけど、北王子、ロサンジみたいにね、人間関係破綻しながら自分の名声を上げていくという寂しい人も、そういうジレンマになっちゃった人は、それはテレビドラマ見て肩を震わせて泣いてしまう時もあるんでしょうね。家庭を顧みず働くわけですからね。と思いました。じゃあ、まあちょっとね、最後の方はその仏教的なテーマが確かに入ってくるんですけどね。まあ、業、カルマっていうか業っていうのは何なのかってことですね。まあ業を断ち切るんだったら、本当は出家しなきゃいけないんですけどね。世俗の中で美食を極めるって、だって無理ですよ。最後もうそんな、永平人でもこもってね、精進料理でも食ってろって話になるんですけどね、本当はね。だと思います。努力は才能もあるし、周囲の環境もあるし、まあ、なおさら世俗に住んでると業しかないわけですよ。その業から逃れたいから、その出家して頭を丸めて、得度して世間と距離を置くわけじゃないですか。だってこの前お亡くなりになられた瀬戸内寂聴先生だってそうだったわけですね。52、3で得度して頭、女性だけど頭剃ってから世間に距離を置いたから書くことに集中できたんじゃないですか。あの世間にいたままだと生活にさらわれてっちゃうっていうかね。大根食べてるうちにカハギ食いたくなっちゃうっていうことになっちゃうから得度したんじゃないですか。という思いました。じゃあありがとうございます。寿司はいい小説なんで、もうすぐ読めるんで、今読んでください、よければね。
じゃあありがとうございました。じゃあ続きまして、メルマガ読者千歳飴さん、生と死の営み。読み始める前にタイトルから察し、ミスター10個や美味しいもののような話が仰々しく難しい日本語で書かれているのではないかと予測した。私は衣食住の中で食について最も関心が低い。そのため短編であっても読むのには難儀するかなと不安になった。読み始めたら予想が外れ、食の方は添え物だったようで、流れるような美しい日本語である男の劣等感や野心や焦燥が書かれていた。三島由紀夫の金閣寺を読んだ時のような高揚感が少しだけあった。死に瀕した時の悲劇の主人が印象に残った。多くの人は死に方も死ぬ時も選べない。それを思えば悲劇の主人のように末期の癌のような病に侵されていれば死ぬ準備をすることができるのだろうか。せめて好きなように過ごしたいのは察しがつくが、悲劇の主人の場合は身の回りを整理し、自分の好みのタイプの若いモデルと看護師をそばにいさせ、くねくねぎゅん、もくんもくんと動く絶倫の芸術を鏡に映して、皆と自分に見させた。また、鎮痛剤注射をしてもらえた時にはヘラヘラ笑って、珍味を別所にあつらえさせている、こしらえさせている。彼のそんな準備が苦しいようでもあり、楽しいようでもあり、なんだか羨ましくもあった。極めつけに幹部に人の顔を描かせるというのも面白かったが、読んでることこっちまで痛みが伝わってきた。死後、別四郎さんにおばさんを残してくれた。このおばさんが女房にと娘、過去いつ子を押し付けてくる。引用始め。彼女はいつもびっくりした憂い顔で、はいはいと言い、中腰掛け足でその世を足そうと努める。自分の卑屈な役割は一度も見ることなしに、また次の申し付けをおどおどしながら待ち受けている様は、別所には自分が電気を響かせるようで軽蔑しながら気持ちが良いようになった。言い終わり。別所はおばさんの思うツボで抵抗する気持ちあったのに、ずるずるといつこと夫婦になってしまう。そして日垣の家とおばさんの家との両方に後継ぎを作るようにプレッシャーをかけられている。主人公は金閣寺と同じようにお寺育ちだし、日垣の主人に行く末をなんとなく決められてしまうあたりが、溝口と老子の関係に、少し似てるなと思った。終わり。ありがとうございました。まあ似てますね、金閣寺とね。溝口の家も食べていくのでやっとの小さなお寺だったんですね。でまあ金閣寺の跡取りになれるかもしれないってことで、まあ、なおかつ、喫音というコンプレックスがあって、生きてたみたいだね。まあ、あっちはでも、なんだろう、鶴川とか、柏木とか出てくるんですが、あんまり、登場人物たちがうまく噛み合ってないんですけど、こっちはね、噛み合ってるこっちの方が噛み合ってますね。柏木より檜垣の方が、魅力的でしょ。柏木なんか全然魅力的じゃないっていうか。なんかもうちょっともっさりしてますよね。檜垣の主人はまあ、やっぱほら、同じようなもんか。まあ溝口は何の才能もなかったんだな。でもあ、別所郎は、才能の塊みたいな人ですからね。あ、こっちの作品の方が華やかですよね。まあでもあれか、金閣寺は金閣寺の周りにいる人が華やかじゃ、金閣寺が映えないから、あれなのか。あんな地味な人たちがいっぱい出てきてるのか。まあ、いつこがね、こういう卑屈な感じでおどおどしてて、世話をしてくれるために生まれてきた人だ。いつこみたいな人が自分には軽蔑しながら気持ちいいっていうのは、これは世の中の複雑さですよ。ゴリンチャコフにスシーロフがくっついてきた、ペトロフとか、スシーロフがくっついてきたみたいに、人間関係って誰かが用意したんじゃねえのかっていうものでできてるってことを言ってんじゃないですかね。別所郎のね、割れ鍋に閉じ蓋みたいな感じで、いつこが出てきたってことですね。ということでした。まあ、癌になった首にね、顔を描くっていう遊びがね、強烈でしたね。京都のお遊びっていうのがあるんですね。今 BS で京都のお遊びみたいなね。京都の料亭の主人映してね、京都人のお遊びを特集してるんですよ。なんか、あと、刺繍やる
なんか西陣の刺繍屋さんの、まあそのそのお遊びに比べればこっちのお遊びの方が全然高級だと思いますけど、あれ NHK で見ててもね、もう最後もう細川守博さんが出てきてね、なんか床の間に昔の偉いお坊さんのふんどしかなんか掛け軸のとこにかけてましたけどね、嫌だなと思いました見てて、まあ、こんな京都は嫌だなって見てて思いましたけど、本当岡本かの子の小説だけの中で古都を満喫すぎりゃ十分だと思いましたよこれ、ということでしたまあ金閣寺とか古都とかね、この作品とか読むとだんだんほら文学の中に描かれた京都がね心に染み入ってきますねこれね。実際の京都はそんなのじゃないんでしょうけどまあそんなこと思いましたよ、ということでした。じゃあありがとうございましたじゃあ最後私です。要求はまだ浅瀬である。料理人でもミュージシャンでもアーティストでもおおよそクリエイターと呼ばれる人たちで、自分の頭脳から発信したモード括弧フランス語イコール流行を持って世の中を制圧することを夢見たことのない者はいないはずだ。 SNS では何十万人というフォロワーに影響力を持つインフルエンサーと呼ばれる一群がおり、世間にモードを拡散しているが、そのインフルエンサーがこぞって崇拝しているセンスのズバ抜けた趣味人がいて、それが別紙郎や日垣主人のような性格の者らである。学会のモードの中心には直感、イントゥイションと感覚センセーションを研ぎ澄まして、日々真剣勝負をしてしのぎを削っているのだろう。そして趣味人が冷酷にジャッジするのである。時たま僕ら天才じゃねえ天才じゃねえとか言ってエールを削ぐりしながら、そんな趣味人、具体的に言えば誰か、わかりやすく秋元康氏のような作詞家兼プロデューサーみたいな人だろうが、本当は裏方に徹して表舞台に顔を出さない人が多いのではないか。このような趣味人の集まりにはいつの時代もあって、彼らはモードの申し子である。ところで私は先日現代美術家の草間彌生さんが富士山を描いて、それを浮世絵版画職人が版画にする過程を取材した番組を見た。ザ・プレミアム草間彌生私の富士山浮世絵版画への挑戦。草間彌生さんは独創的な水玉模様で有名である。かぼちゃに水玉をあしらったいわゆるパンプキンドットはルイ・ヴィトンともコラボして話題になっていた。高齢の草間さんは精神病院とアトリエを往復し創作のみに生きている。生きていくことは創作し続けることだと定めていた。映像で見るとそれは悟ったというナルシシズム種のそれは自意識の上での話ではなく、生きるための必然に迫られての究極の選択というものに私は感じられた。引用はじめ、こう思ってくると世の中に自分一台で片付くものとて一つもない。自分だけでなせたと思うようなものはない、一つもない。皆暴風の言うお互い様で続かり続け合っている。初めて気がつくのはいつぞや京都の春で2回会ったきりの画家と歌人夫妻の言った言葉だ。俺たちは極楽の場ふさげを長くするのもすまないと思って地獄の席を探しているところだと。そうして見ると先生たちもこの断ち切れないお互いのものにはぞっこん苦労した連中かな。二人の言った誠、真心というものは安道徳のそれではなくて、一癖も二癖もある底深い流れにあるらしいものを指すのか。それは何ぞ。引用あり。草間彌生さんが水玉を描きながら探したのは、筆境このような地獄の席だったのかもしれない。あの水玉も、身分狂言の伝願伝願という単調な鳴り物を地獄の音楽にしているリズムに満ちている。SDGs とか安道徳のモードでない、断ち切れないお互いのもの、それを因果の道理とかカルマ、ゴーカルマとか名付けるのはたやすいが、草間先生が描く水玉一つ一つが独立していながら安道徳の奥底の深い流れを表現しているように思えた。たかが水玉だが、されど水玉である。奥深い。別紙郎は自分の水玉をまだ見つけていない。流行は上積みの浅き流れであるが、
それとて全て道連れに人間を地獄の奥底に叩き落とすのかもしれない。でもやっぱりそれが怖いから、首のコブに人面を描いたり、妖狂の遊びをせざるを得ないのだ。それも味である。一方、誠や真心というのは妖狂でない。本当の狂気につながる、境地だ。妖狂はまだ浅瀬である。別種郎の倫理的学長には、誠や真心をこなすだけの力は、力をまだ持っていない。終わり。ということでした。この前私、ま、あの、メルマガでも音声で流してるんですけど、草間彌生さんの、なんか、番組見まして、なんか感銘を受けましたね。創作してる姿を見て。ずっと水玉描いてるんですよ、一日中。で、水玉の調子もその時によって変わるらしいんですね。で、それは版画にするって言って、版木を切る職人が彫ってるうちに、なんか水玉に、なんか、あの水玉のリズムに私も意識を持ってかれましたって言ってました。で、そんなの見てってるうちに、まあほら、才能がある趣味人っていうのはいると思いますよ。だけど、なんて言うんだろう。まあ、草間先生のやってるのは別に才能のある趣味人の話じゃないです。もう生きていくために水玉を描かざるを得ないみたいな感じになってまして、必然に迫られてやってんだと思って。まあ自分の地獄の席を探したからやってんだのかなと思いましたね。だけど多くの場合結構安道徳のモードで、が溢れてるっていうかね。まあ別城のやってるものは結局、自分の水玉がまだ見つかってなくて苦しいみたいな。まあそんな感じに思いましたね。まあ、だからこそなんていうかその、ヒガキの主人みたいに人面相っていうかね、コブに顔を描いたりするっていうか、まあ本質で死を避けてるっていうかね、その、突き詰めてやってないから、なんかみんな、まあ、モードってもの自体が突き詰め、本当は突き詰めてるもんなんでしょうけども、まあ、なんかさっきね、ワナビーって話で、まあ、ワナビーっぽいですよね、やってることは全般的にね。深掘りしてないです、この人自身が、別潮って人は。この人は医学長なんですよね。医学長ってのは十二指腸に食べ物がいかなくて胃に滞留してゲップがずっと出るらしいんですけども、なんかほら、消化不良なんですね、やっぱね。いろんなものを取り入れてはいるけど、自分でこなす力がないっていうか、常に胃から戻ってきて反芻してるみたいな感じになって、それより下に行こうとしてないっていうのは、この胃拡張っていう設定に出てんのかなと思いました。誠や真心がなきゃ、十二指腸の方まで食べたもん持っていけないんじゃないですかね。で、この誠とか真心って安道徳じゃなくて、まあ倫理ってことですよね。倫理ってのは個人的なもんですよ。道徳は共同体的なもんですけど、自分で倫理観掘り下げてなくて、なんか世間での評価を求めてるから、いつまで経っても苦しいんじゃないですかね、これね。僕ら天才じゃねえ、天才じゃねえって言葉が出てきたんですけど、笑っちゃいましたね。なんか、まあ。ということでしたね。ありがとうございました。ちょっと私また自分のコラム読み上げながら、ゴチ脱字だらけだって気づいちゃった。すいませんでした。それ書き直しときます。じゃあ、プレイバックで。八王子ひげだるまさん、ありがとうございました。美味しんぼの紹介をしてくれたんですけど。まあ、今全部美味しんぼアニメで見れるんでね、YouTube でね。また皆さん見てもらえばなと思います。まあ、北王子魯山人がモデルになってから北王子魯山人のエピソードはいっぱい入ってますんでね。見てみてください。ありがとうございました。さくらさん、芋の煮っころがしの話がね出てきて、まあでもいつこさんっていうの聞いてますよね、この作品の中でね。三島由紀夫はいつこさんを描かないな、多分ね。母乳、抹茶母乳師匠は書くけど、いつこさんは書かない。感じはしますね。
ありがとうございました。陳年さんもありがとうございました。まあ、ご自分の語について書いていただきました。カワハギとかアンキモとか食べて精をつけていただければな。気持ちが弱ってそうで。ね。美味しいもの食べていただければと思います。ありがとうございました。エバタさんもありがとうございました。まあ皆さんね、今回自分一台で片付くものはとて何もないってところを引用していただいて、私も引用したんですけど、まあ実はなんか年取っていくとだんだん結局自分一台でまあいろんな希望とか夢もあったけど、だんだんそういうものも失われて現実身の丈に合ったものをやっていくとね、自分一台で片付くものはないんだなってことも同時に思うようになりますよね。そうすると人生の後半にやっぱ新人群というかね、ね、ありがとうございました。玉井さんもありがとうございました。ね、レシピ作っていただいて、実地に食べていただいてありがとうございました。大根のチューリナメね。なんかでも読んでると美味しそうに見えるんですけどね。美味しそうに書いてあるのはすごいですね。じゃあありがとうございました。まあ、どん兵衛も美味しいですね。ありがとうございました。ナホヤさんもありがとうございました。まあ、後半、最後の文章は、まあ、酔っ払ってんですね。酔っ払って最後、カワハギ、アンキモがカワハギの肝買ってこいっていうね。なんか涙するみたいなね。まあ、酔っ払って出てきたグルーヴ感がありますね、これね。まあでもこのベシロっていう人はでも、なんでだな、趣味人の生き方みたいなね、これすごいいい小説だと思いましたね、私でも読んでね。今のなんかその、クリエイターの人たちも読んで、ぐさぐさ刺さる話じゃないかなと思いました。ありがとうございました。ちっとさやまさんもありがとうございました。まあ、三島の金閣に似てるっていう、思い起こしたって話ですね。まあ、いろいろ読んでるとね、なんか、対比が効くんで、読みも深まってくると思います。まあ、なんか、その娘を押し付けてくるのはね、夏目漱石の心みたいですね。下宿のおばさんみたいですね。じゃあ、ありがとうございました。来週は、サマセットモムの月と6ペースです。私もまだ読んでないんですけど、一度も読んだことない書読であります。まあ結構でも、サマセットホームの中で一番いいっていう噂があるんで。私サマセットホーム好きな作家じゃないんですけど、たまたまブックオフで100円で売ってたから選んだだけなんで、申し訳ないんですけど、何の思い入れもない。人間の絆もそんなに面白いと思わなかったですけど、長い割に。まだ読みやすそうだったんでね。一度は読んでおきたい世界の名作なんで、まあ、頑張って読んでみてください。寿司をざっと読みました。いい小説ですね。あ、以前ね、読書会で寿司扱ってるんで、またまあまあ、あとちょっとまあ寿司をもう一回やるわけにいかないんで、まあ岡本かの子さんの作品はまた定期的にやっていきたいと思います。大ちゃんさん、こんばんは。岡本太郎は自分が柱のように柱に犬のように繋がれ、何かを描いてる母を見ていたとどこかに書いていました。これもだったんでしょうか。ありがとうございます。あ、そっか。じゃあ、別紙郎の子供が岡本太郎みたいなのか。もしかしたら。だからお母さんがもう創作してるから静かにしろみたいな。言われてたみたいな。そうかもしれないですね。陳年さん、先日大学の植物実験室から大根にのこばしい匂いがして思わず腹が鳴りました。何の実験だったんでしょう。大根って漬物にすると最高に下品な匂いするんですけどね。煮ると美味しそうな香りになるんですね。漬物、たくあんとか最高に下品な匂いしますよね。ということでした。ちょっとたまに女性作家やるとね、まあ、この岡本かの子さんは女性的な作家だとは思わないんですけども、
これでもいい小説だな。今回ほんと読んでよかった。わ、私今年1位かもしんないな、この小説。一番読んで、なんかすげえ染みたな。思いました。あ、ちんねえさん、スーパーチャットありがとうございます。ブックオフ選んだ小説。ブックオフ選んだ小説ありますよ。ケストナーの飛ぶ教室とか、マーク・トゥエンの、トム・ソーヤの冒険とか。絶対読まないけど、ブックオフで100円で、ほぼ新刊で100円で売ってたやつがね。あったんでまた、こなしていきたいと思います。ただビーカーに入れて煮て食ってただけに、そうなのか。ビーカーでおで作った。じゃあ、ありがとうございました。いやー、読書って本当に素晴らしいですね。さよなら、さよなら、さよなら、おやすみなさい。失礼します。